はい、こんにちは。平成30年度の採点実感の分析会をね、これからやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。私担当するのはレクセン認定士の矢島と申します。で、今日ですね、レジュメ2つ用意してまして、まず1つ、講師レジュメ1というのがね、これ私が平成30年度の司法試験の採点実感にはいろいろ皆さんにね、真似してもらいたいところね、そういうところをこう積極的に取り入れてもらいたいところをこう実践で引いてね、装飾してるんですよ。で、反面教師、こういうことをやってしまうとちょっとこう合格から遠ざかってしまうよっていうところを点線で引いてますので、この実践の、ね、ところと、点線のところ、そういうところが大事なところになってきます。で、本日は、2時間の枠の中で、ね、7科目 で将来の試験にちょっとこう役に立つところを、ね、中心に、やっていこうと、思っているんですけれども、特に、ね、授業時間中には全部触れることはできないんですけど、30年の、ね、過去もいずれ皆さんこうぜひ検討してもらいたいんですけど、機会を、ね、見て検討してもらいたいんですけど、その時は必ずちゃんと採点実感をしっかり全部、ね、読むようにしておいてもらいたいんですね。で、この試験考査員ね、毎年この採点実感出してるんですけど、このコンセプトっていうのが将来の、ね、受験生に向けたメッセージっていう形でやってるんですよ。ですので、やっぱ普段の勉強をするにあたってもね、やっぱこの採点実感に書いてあることをしっかりとね、よく理解をして、で、変な方向にね、行かないようにしてほしいんですね。特に論文の勉強なんかしてるときに、合格者のね、再現答案なんかで勉強していても、そこをね、どこが良くてこう評価されてるのか、どこが良くて合格したのかっていうところを、受験生が勝手にこう判断してしまうとね、場合によってはこうちょっと試験考査員が考えているところを違う方向に行く恐れがありますね。なので、普段の勉強からね、普段の勉強のもう過程で変な方向に行かないようにするためにも、ぜひ採点実感の方をしっかりね、こういう答案が求められてるんだよってことをしっかり書いてありますから、しっかり分析してもらえればと思いますね。で、講師レジュメ1の方がそういう採点実感の装飾したものになります。で、こちら、講師レジュメ2の方は、これ30年の、こちら問題文の方で、一応なんか私の方でね、手書きで、線引いたりとか、ちょっとメモを入れたりとかね、してるものなんですけど、こちらの本格的にこれで使い始めてやり始めちゃうとね、こう1問あたりもう90分とかね、そこら辺かかっちゃうんで、こちらほとんど使わないことになりますけど、必要に応じて問題文の方も見ることにいたします。じゃあそんな感じでね、よろしくお願いします。で、まず基本的には講師レジュメ1をね、丸1の方中心にやっていきます。まず、この1ページ目のところですね、ここのところで、今回内容面の方はあまり踏み込まずね、将来の試験にこう役に立つようなポイントになるようなところをちょっとこうご紹介していこうと思ってるんですけど、なんか事例の処理に関してね、どういうふうにやっていくのがいいのかなっていうので迷った方なんかは、後で私の方でこのね、ちょっと太字にしてますけど、矢島の最新各問山当て講座ということで、毎年司法試験の山春ついでにね、私のこの一番直近の、ね、過去問を使って、ね、回答例なんか作って、で、こういう答案が考査員から評価されるんだよってんでやってるんですけど、こちらの方で内容面の方は、ね、利用してもらえればと思います。では、憲法の方ね、2ページからいきましょう。憲法のところになりますね。公法系の第1問、これ憲法のことを意味します。で、まずですね、ちょっと気をつけてほしいのが、第1の、ね、総論のところの縦1の問題文に即した検討の必要性についてってところなんですけど、この1個目のブロック、これで意外と、ね、すごく大事なんですよ。まずね、この1行目の実践部分のところですけど、本問の説例は条例の制定にあたり法律家として助言を求められているというものだということになってますね。で、この点線のところが2行目なんですけどね、これちょっと悪い例、こういうところちょっと気をつけないといけないんですけど、この設定を離れて無理に対立当事者を設定し、全ての論点についてね、形式的に違憲合憲双方の主張を対立させて自らの見解を述べるとは、これ悪い例です。で、これはね、なんでこういうふうにやっちゃうかというと、多分問題文ちゃんとね、理解をしないまま書いちゃうんでしょうね。問題文しっかり読んでね、考査員が何を皆さんに求めてるのかってことをちゃんと理解してからね、それからこう書かないといけないんですけど、つい多分なんかこうね、事前に皆さん一生懸命勉強してるから知識がだいぶついちゃってきてるからね、問題文見た時に、日頃勉強してる知識と照らし合わせると、こういうことが論点になるなとか、ああいうことが論点になるなとか、いろいろ多分思いつくんだと思うんだけど、それを全部書いちゃうんでしょうね。だけどそうじゃなくてね、憲法の試験ってすごく誘導されてます。要は今回何を書かなければいけないのかってことが、特に最近のね、過去問、今回30年の過去問やってますけど、遡って29年とか28年とか27年とか、特に27年あたりから、その、どういうことをね、その受験生に求めるのかどうかっていうことをですね、特にこう指示するようになってるんですよ、かなり具体的に。ですので、問題文をしっかり読んでね、で、自分の中でこう勝手に思いついた論点を書くんじゃなくて、ちゃんとこうね、求められてるものをしっかりと見極めて、そこを中心にね、書くようにしていかないと、どんなに頑張って書いてもね、結局合格点に届かなくなっちゃうんでね、ここは十分気をつけてほしいんですね。だから問題をしっかり分析するようにしておいてください。
でその3行目の途中から4行目にかけての実践部分のところですけども、まあ、期待されているのは法律家としての自らの見解を十分に展開する中で、まあ、必要に応じて自らの見解と異なる立場に触れる形で論述することだと。でちょっとねこのままこのページ開いたままですね、もう一つのあのこの行使レジュメ2でちょっと憲法の設問の形式を見てみましょう。ちょっとね設問の形式がですね29年以前の問題と大きく変わったところがありますので、ちょっとそこをねあの確認しようと思ってます。こちらの行使レジュメの2のですね、まあ、最初あのこれ順番にね公法系民事系刑事系ってなってて、で公法系はあの普通に本番の試験と一緒で憲法行政法の順番でまあくっついてるんですけど、まあ、あの最初のね公法系の第一問のところの、ところですね。で憲法の、ね、設問の結論部分が4ページのところにありますので、ちょっとそこを見てください。で4ページの一番下のところで、ね、設問ってありますよね。でここちょっと読んでみましょう。あなたがこの相談を受けた法律家こうであるとした場合、要はそこら辺の通りすがりの、ね、ど素人の人ではなくてちゃんと、ね、法律家であることを前提にね、だからここは、ね、ちゃんとあの主要な判例とか学説を正確に理解していることが前提になりますけど、そういう、ね、法律家こうであるとした場合に、本件その本条例案の、ね、憲法上の問題点についてどのような意見を述べるかということですね。で本条例案のどの部分がいかなる憲法上の権利との関係で問題になりうるのかね、明確にしてね。で参考とすべき、ここね珍しいの判例って言葉がついに設問出てきましたね。参考とすべき判例や、想定される反論を踏まえて論じなさいということになってます。で憲法のね、あの司法試験の論文の加工を見た方はね、あの随分形式が変わったなというふうにあの思ったんじゃないかと思うんですよ。と言いますのはあの29年以前まではあの憲法訴訟の場面をあのこう設定してね、でそれで、まあ、まずねその法令とか処分が違憲だというふうにね言う人のまずこう主張を書いて、でそれに対して今度公権力側の方でそういう法令や処分がですね合憲だと、まあ、いうね反論のポイントをまあ示して、でそこで争点ができますので、でそれに対しては皆さんがどういうふうに考えるのかということで、最後にあの自分の、ね、思うところをまあしっかりと、まあ、主要な判例学説を、ね、あのしていることをまあ踏まえて、まあ、書くような形式だったんですけど、今回はそういう憲法訴訟のまあ場面ではなくて条例のまあ立案段階ですね。でそこでその、ね市の職員からこう相談を求められた、まあ、法律家として、ね、まあ、どういう助言をするのかどうかということで、ね、あの聞かれてます。というわけで、まあ、ちょっとこう形式面があの変わっているというところがありますね。ただ、ね、本質的なところって実はあの似ているところがありまして、従来の憲法訴訟の場面でまずね、その法令や意見を法令や処分をねまず、違憲だという人の主張を書いて、そして、その合憲だという今度反論を書いて、でそこで何ができるかというと争点ができるわけじゃないですか。でその点争点作った後自分の見解書くという点では結局ここは一緒で、今回はまあそういうね当事者の主張を先に出さずに、まあ、まず先にこうまあなんかちょっと問題点があるんだったらそこさ反論とか、まあ、判例とかを踏まえてねちょっとこう争点を作って、でそこに対してじゃあ自分がどういうふうに考えるのかという形で書きなさいってことになってるんで、結局まあ争点形成してね、でまあ、自分の見解を書くという点ではあの従来と、ね、そんなに変わりはありませんので、まあ、特に これによってなんか勉強の仕方が変わるというわけじゃありませんからね。で当然なんですけど争点を作るためには、ね、やっぱりこう普段のインプットの学習でやっぱ判例とか、ね、主要な学説を結構正確に理解してないとあの思いつかないんだと思うんですよ。結局それぞれのこう当事者の立場で、ね、あの憲法訴訟の場面だったら、まあ、違憲という人の立場、そして、その合憲という人の立場で、今回みたいな条例立案の段階であれば、まあ、そもそもこう問題の取材を示すために、まあ、判例ちょっとこう本件の事案と違う似てるようなこう判例出して問題の取材作ったりとか、あるいは最終的に自分こう考えるんだけどその前提として、まあ、こういう自分の考えに対しては反論があり得るだろうなってことを想起してさ、で先に反論出さないといけないわけですよね、今回みたいな30年の問題であれば。でそういった時に例えばもうすぐに潰せてしまうような反論を書いたところで自分の見解が盛り上がらないんですよね。結局ねただ単に、こう形式的にその反論を潰してで自分で言いたいことを書いてしまうってことになっちゃうと、あまりその文章に説得力がまあ出ないということになってくると思うんですね。でそういう時に説得的なやっぱりこう反論を出してね、それで、ちゃんとね自分の見解を深く論述できるだけの争点形成をするにあたってはやっぱそこそこ主要な判例学説を知っていなければいけないということになります。特にあの憲法訴訟の場面で、で言えばね29年以前の司法試験の問題で言えばまずその違憲って先に言うわけですよ、その法令とか処分ね。でそれはやっぱりこう裁判所で十分通るだけの主張をしなければいけないわけなんです。そして今度、この公権力側の方でそれね、法令や、まあ、処分が合憲だということを、まあ、ポイント、まあ、なかなか書いちゃいけないんですけど、まあ、ポイントをついて、まあ、そこを指摘するんですけど、そこもその主張が仮に通ったとしたら十分に裁判所で、まあ、通用するようなねそういう主張を書かなければいけないんですよね。でそれによって争点ができるんですよ。じゃあ本当にそこのところをどうやって自分が考えなければいけないのかってことで、そのね問題で真に解決されるべき争点というのがまあできてくるんですけど、そこをもう結論はその先はもう決まってないです。そこはもう本当に自分がその問題に関してどう考えるのかってことをね、しっかりとこう論じていくと、そのまあ説得力に応じて点数がついてくるというような感じですね。で30年の問題で
り言えば、まあ、そういう、まあ、違憲の主張、合憲の主張という形で争点作んないんですけど、まあ、最終的に自分がこう考えているようなところに関して、まあ、こういう反論があり得るなとか、まあ、こういう参考になる判例があり得るなとかね、そういうのがあればそこをこう出して争点作って、まあ、ある意味問題提起を、まあ、するというような感じになるんだと思うんですけど、まあ、そこでね、それなりにこう自分の見解盛り上がるような争点作って、まあ、それでしっかりと書いていくというような、ね、ところが必要になってきますね。でそこがなかなかできないんですよね。で多分こう形式的にね、あんまりこう盛り上がらないような争点をまあ作って、であとはまあ自分の見解ただ好きに書くだけになっちゃって、争点をあんまりこう作った意味がなくなっちゃうっていう答案が多分多くなってしまうんだと思うんだけど、その原因ってやっぱそのインプットのところね、判例とかやっぱりその各、その憲法の項目で学んでおかなければいけないような主要な学説の理解が足らないからね、おそらくそういうふうになってしまうと思いますので、まあ、ぜひね今一度こう基本的な知識のところはしっかりとね、まあ、皆さん自分でいろんなテキストをそれぞれお持ちだと思いますので、まあ、そこのところでインプットの方を正確にやってもらえればと思いますね。あと特にこの今回ほら判例踏まえてっていう形で、まあ、設問のところでもうはっきりこう判例っていう言葉が出てきたんで、この傾向は今後もまあ続くんじゃないかと思います。と言いますのは29年以前の司法試験では、まあ、設問の方にはっきり判例とまでは書いてなかったんですよ。ですけど毎回試験が終わった後に取材の日の後にね、試験考査員が採点実感出すんですけど、やっぱこう判例をね参考にしなければいけないんだっていうような趣旨の言葉はずっと書かれ続けてたんですよね。司法試験がもう始まってからずっとね。でそれ散々ね、将来の受験生にまあ向けてそういうメッセージを採点実感という形で、まあ、送っているにもまあかかわらず、まあ、なかなかそれを受験生が守らないものですから、ついにしびれを切らしてですね、こういう形で今回も明確にね、もう設問の中にも判例踏まえてっていうのを入れたんだと、まあ、思いますね。だけどまあ非常に憲法に関してはやっぱ判例がすごく大事でね、勝手になんかまあ社会的なこう現象を自分で分析してね、勝手に書くっていうことが求められてるわけではありませんので、まあ、判例をしっかりとね、勉強してもらえればと思いますね。でもちろんその判例に追従することがも、まあ、求められているわけではありませんのでね、まあ、判例を踏まえてじゃあその問題に関して皆さんがどう考えるかってことをまあ結局書いていかなければ、まあ、点数がつきませんから、まあ、そんな感じのところをちょっと意識してもらえればと思いますね。というわけでこれすごくね、この1個目のブロック深いんですけど、まあ、ずっと過去の採点実感遡ってくるとね、まあこういうことを言ってるんだろうなというところがね、読み取れますので、まあ、しっかり理解をしておいてもらえればと思いますね。さてで今度ね、この同じくこのレジュメ1の2ページの同じくね2ページの下の方ですね、縦3論述内容全般についてという項目のところをご覧ください。でそこの、1個目のブロックのところですね、権利の性質、ね、ちょっと太字にしているところ、権利の性質や、まあ、制限の対応を踏まえて、まあ、違憲審査基準を定立し当てはめるという、ね、基本的な判断枠組み自体はほとんどの答案が示されていたということになっています、まあ、でその後 ねちょっとこう点線引いているところで悪い例なんですけど、判断枠組みを、まあ、これ問題外ですけどね、その合憲違憲の、ね、判断枠組みをこう示さなかったり、まあ、観点のない事実の比較や政策、今回ほら条例立案段階で、まあ、意見を、ね、聞かれているもんだからついやっちゃったんだと思うんだけど、政策的逃避の議論に終始したりする答案も見られたがね、まあ、そのような答案は憲法論を適切に展開したものとは言えないと。でここもね結構大事でして、憲法論ってあるじゃないですか。過去の、ね、司法試験の問題とか出題日とか採点実感見てると、やっぱ求められてるものって憲法論なんですよ。でたまに場合によっては例えば平成22年の司法試験なんかは、その立法不作為がね、その実態上違憲になるかどうかっていう問題のほかに、さらにそれが国賠法上の、仮に実態上違憲になるとして、さらにそれが国家賠償法上のね、一条一項上の違法になるかどうかっていうのをもう問われたことがあるんですけど、でも別にそれ行政法でね、国家賠償の要件聞いてるわけじゃないんですよ。あくまでもそれは憲法の、まあ、論点の問題として聞いてるから、そこで例えばその行政法の話を本格的に始めてしまうとかって形で憲法論と外れた方に行ってしまうと、それやっぱり取材の意図からずれてしまうんですね。あくまでも常にこう憲法論っていう形でね、まあ何が問われているのかってことをね、ちゃんと科目ごとにしっかりと理解をねしておくっていうのが大事になってきます。もちろん同じような論点がこう行政法の方で出てくればね、それはもちろん個別法の解釈っていうのが中心にまあなってくるんですけど、少なくとも憲法の答案で何を書くべきなのかって言ったら、それはやっぱ憲法論っていうところになってきます。だからそれ以外の行政法の細かい話とかをあんまり長々ね憲法の答案でやんないようにねするっていうのがすごく大事ですね。特にねやりがちなのがね、裁量の逸脱乱用、あれのところをやたら行政法の答案みたいにさ、判断家庭審査の枠組みみたいなの出しちゃったりとかするんだけど、あれはもう憲法の話、憲法論ではないんですよね。憲法のテキストどこ見たってさ、判断家庭審査なんて書いてないですよ、基本上どこ見たってね。あれは行政法の方で中心的な、まあ、テーマに、まあ、なるものでありますのでね、まあ、各科目ごとにねどういうところを中心に答案に書いていかなければいけないのかってところはよく意識をしておいてもらえればと思うんですよね。
憲法論を、ね、とにかく書くというのが大事になります。そして今度、同じく今の2ページの一番下のブロックをご覧ください。まず、ね、この点線のところですけど、意見審査基準を定立するについて説得力、特にやっぱ説得力ね、説得力の乏しい答案や、目的の審査が極めて、これ基準立てた後の話ですけどね、まあ、目的手段審査で基準立てたとして、目的の審査がまあ極めて、雑なもの、それから手段審査がその意見審査基準に沿って、まあ、いないものということね。ここは基本知識に関わるんですけど、意見審査基準ってね、まあ、いろんなLRA とか明白かつ現在の危険とか、まあ、その他いろんな基準があるじゃないですか。でちょっと個別の、ね、基準の話はここで置いとくとして、まあ、大雑把な話をすると、意見審査基準って3つの、ね、こう厳格度のものがあるってよく言われますよね。一番厳しいものに関しては厳格審査基準ということで、まあ、目的が、ね、必要不可欠な利益を確保するためのものとか、やむにやまれる、まあ、利益を確保するためのもので、その目的達成手段としては、まあ、必要最小限度のものと言えるかどうかという結構厳しい、まあ、基準であるもの、それがまあ一番、厳しい基準ですよね。で真ん中の基準としましては、その立法目的が重要であるということと、その手段としましては、その目的と手段との間に、ね、実質的関連性があること、そしてまあ一番緩やかなものとしては、その立法目的がまあ正当なもので、ね、でその手段としてはその、ね、合理的関連性があるんだということになってますよね。でこれって、ね、それぞれその基準を立てる理由っていうのがあって、でその理由が同時にその後当てはめするときにやっぱ大きく影響するんですよ。例えば一例を挙げますと、一番その緩やかな基準ですね、その目的が正当で、まあ、合理的関連性だっていう基準立てるんですけれども、その意味っていうのはね、目的が正当っていうのは本当にもうそういうね、この目的を達成するために本当にそういう規制することに一応意味があるっていうぐらいで、立法裁量をすごく広く、ね、認める場合に、それが、ね、正当化される、まあ、基準なんで、まあ、一応こういう、ね、目的って一応意味があるなぐらいな感じで、それでまず、ね、目的が正当って判断されるような、そういう基準なんですよ。その合理的関連性の基準というのはね、それは何でかというと、裁判所と要はその立法機関の役割分担、要は三権分立の役割分担の話なんですけど、まあ、とにかく、ね、それだけ立法裁量を裁判所が尊重すべきような、そういう時にしか使えない、基準になってます。目的が正当、そして合理的関連性というのもすごく緩やかで、まあ、一応、ね、その正当とされた目的を達成するにあたって、その手段を取ることに一応意味があるなぐらいな感じで、それで合憲になってしまいます。これは日本の判例法理で言いますと、小売市場事件の、ね、合憲判決で明白の原則なんかを示したね、当該規制措置が著しく不合理であることが明白と言えない限りは、その規制立法はもう絶対に合憲しないっていうね、すごくまあ緩やかな基準があるんですよ。すごくとても立法裁量を尊重するまあ基準があるんですけど、まあ、そこに対応するものになってきます。ですので仮にそういう理由でそういう基準を立てた場合に、当てはめのところでその、ね、手段審査を厳格にやってしまったら、それはどういうことですか。それはあんまり裁判所が立法裁量を尊重していないことになりますよね。あんまり厳格にその手段審査をやってしまったら、例えばより制限的でない他の選べる、極端な話だけどね、合理的関連性の基準を立てておきながら、その手段審査をするときに他に選べるより緩やかでない制限的でない手段があるかどうかなんてやってしまったら、それは裁判所が立法裁量を尊重していないことになるんですよ。だとしたら、そもそも立法裁量を、ね、ものすごく尊重するからこそそんな緩やかな基準を立てたのにね、その当てはめ、そんな形で当てはめをしてしまったら、当てはめのところで急に立法裁量を、尊重しなくなるんですよ。というとちぐはぐになっちゃうんですよ、この、ね、基準を立てた理由と当てはめのところが。というわけで、各基準には審査密度というのがありますので、そこを意識しろってことはね、ずっと採点時間に過去の採点時間を遡ってみてもありますから、だからそこを気をつけてほしいのね。でここのところそういうこと言ってますんでね、まあ、もう一回いきましょう。2ページの一番最後のブロックのところですね、特にまあ1行目の終わりから2行目にかけてのところですけど、目的審査が極めて雑なもの、まあ、これは問題外ね。この後、まあ、手段審査がほらこの意見審査基準に沿っていないものね、ここのところね、なんか形式的になんかこう違うとかそういう問題じゃなくてね、ずっと言われてきてますけど、その審査密度が、ね、合ってないというところですね。で具体的に理由を示すことなく形式的に当てはめただけのものとかね、これもまあ問題外ですね。それから自らが定立した基準と当てはめが、まあ、実質的に相互しているもの、これもまあ審査密度の、このね、ところのところがちぐはぐになっているというのも含まれていると思いますね。でこのあと逆に、目的や手段の審査において、まあ、自分なりに理由を示して、まあ、実質のある十分な検討を行っているものね、これは全体として高く評価されたということになります。というわけで、まあ、基準というのがね、この厳格度がまあ大きく言うと3つのものがあるとして、それぞれまあどういうところにこう、ね、着目して、そういう基準が立っているのかというのをよく理解した上で、で事案分析して、ね、で適切な理由付けして適切な基準を立てて当てはめをするというようなところね、まあ、そんな感じのところは毎年毎年求められてますのでね、特にこうしっかりと意識を持ってもらいたいと思うんですよね。で基準の厳格度というのはどういうところで決まるかというと、まあ、これは、ね、もう基本知識の話で皆さん大丈夫だと思うんですけど、まあ、多分一番大きな着眼点の一つとしては、まあ、その権利の擁護性ですよね。例えばその二重の基準論からしたら
やっぱり精神的自由と経済的自由とではやっぱその使う規制立法に対する使う基準違ってきますよね。というわけでその権利の擁護性、権利の性質というところが一つあると思います。あとは例えば、その制約の対応なんかに着目するときもありますね。同じ表現の自由に対する、まあ、規制であってもね、内容規制と内容中立規制とでは、まあ、若干使う基準が違ってきますね。内容規制だったら、まあ、特に危険表現に対する内容規制というのは非常に、特に政治的な、ね、言論って擁護性の高いような自由に対して、ね、まあ、内容規制しようとすると、まあ、明白かつ現在の危険の基準みたいな結構厳しい基準を使ったりとかしますけど、まあ、内容自体の規制ではなくて、まあ、その時ところ方法みたいな、ね、その内容中立規制に関しては、まあ、LRA、まあ、それも一応厳格審査基準の範疇に入るようなものではあるんですけど、まあ、明白かつ現在の危険の基準と比べると若干、こう厳格度が下がっているというふうには言われてますね。でそういうのは結局どういうところでじゃあ基準の厳格度が決まるかというと、やっぱその権利の擁護性とか規制対応というところになりますね。あとは経済的自由なんかは、まあ、規制目的二分論なんていう、ね、言葉があるぐらいだから、結構その規制目的なんかも重要な考慮要素になってますね。まあ、今形式的に二分論取ってるわけではないというように、まあ、判例は分析されておりますけども、まあ、それでもやっぱその規制目的っていうのがその基準の厳格度に大きく、ね、影響することになってきます。はい、その理由は何ですかっていうと、例えば極端な話ですけどね、消極目的と積極目的とではやっぱり、ね、立法裁量の広さを見てあげるんですよ。で特に、まあ、その経済的な弱者の保護とかですね、その経済の調和の取れた発展とかっていう形で、まあ、そういう、ね、積極目的制度になってくると、まあ、人の、ね、生命身体財産の機会を防止するっていう、そういう消極目的と比べるとやっぱりその、ね、政策的な判断が要求される要素が大きくなってきますので、まあ、そういう点で、このね、裁判所の方って立法裁量を尊重しなければいけませんので、まあ、あまり厳しい基準でこう審査しづらくまあ、なってくるんですよね。なのでそういう点でまあ目的に着目して、まあ、積極目的の場合だと、まあ、消極目的と比べるとね、まあ、緩やかな基準でいこうだみたいな、ね、そんな感じで規制目的がその審査密度に、ね、影響する時もあります。というわけで、まあ、そういうのは全部基本知識なんですけど、まあ、そういうのを、ね、きちんとまあ頭にですね、まあ、入れて、でそれで事案をちゃんと分析して、で本件はまあこういういろいろ着眼点が入ってますからね、憲法の問題っていうのはね。なので、まあ、その事案ごとのこう着眼点を自分で見つけてね、権利の擁護性とか規制対応とか規制の目的とか、まあ、そういうところをですね、見極めて、で適切な基準を立てるということですね。で当てはめをすると、審査密度に合ったね、きちんと当てはめをするっていうのが大事になってきます。さて今度3ページのところですけれども、一番上のブロックを見てください。立法目的が重要だから、審査基準が緩和されるかについては十分な議論が必要ってことになってますけど、これは岐阜県青少年、皆さんね、もう基本判例になりますけど、岐阜県青少年保護育成条例事件でね、自動販売機の中にほらこうちょっとわいせつな本を、ね、入れることをこう規制する条例が出てきて、でそれが、まあ、青少年の知る自由と、あとその、ね、それを買う成人 の、まあそのね、情報受領の権利、知る自由を侵害するんじゃないかっていうのが問題になった判例例がありますけど、まあ、特にその裁判の中で、ね、伊藤正美裁判官がですね、結局その青少年 の、 その知る自由っていうのはまだこう、ね、精神的に発展途上のまあ家庭にいるから、まあ、成人と比べると、ね、その知る自由っていうのは同じようには保護されないんだってことを言って、でそれでやっぱりこう政治に対して適用されるその厳格な基準、例えば LRA の基準とか明白かつ現在の危険の基準っていうのは、その青少年の、ね、知る自由に関してはそのまま適用されないんだというようなことをですね、伊藤正美裁判官がおっしゃられてるわけなんですよね。でそういう時にそういう青少年の保護という、ね、まあ、重要な目的のために、果たして、まあ、本来だったら21条1項で保障されるような大事な、まあ、人権をです、ね、ちょっとこう基準下げるようなことが許されていいのかどうかというところですね。まあ、そういう問題も出てくるんですよ。でそれは、ね、事前に知識でちゃんと勉強して知っておかなければいけないのね。でそれで争点作ります。まあ、そういう判例があるんだということを踏まえて争点作って、であとはこれ論文試験って暗記の試験ではないから、それをただね、伊藤正美裁判官の補足意見してますってそれ書いてそれで済むもんじゃないんですよ。何が聞かれてるかって言ったら、本当にそうやって考えていいのかってことを皆さんに聞いてるんです、論文試験っていうのはね。だから結論はどっちでもいいんですよ。まあ、そういうね、まあ、判例、まあ、特に補足意見で伊藤正美裁判官がそういうことを言ってるんだということをまあ踏まえてね、例えばそれが反論にできますよね。自分が逆の考え方に立つんであれば、それをその反論に使って争点形成できると思うんですけど、最後は本当に自分がそれでいいのかどうかってところを聞いてます。結局答えを、ね、決められないところを求めてるんですよ、常に論文試験というのはね。もうそういう知識があることを前提に、じゃあ本当にあなた方は、皆さんがね、本当にそれでいいと思ってるのかどうか、そこを、まあ、自分の言葉で書いたら、その説得力に応じて点数がくれると、ね、点数もらえると、まあ、そういうのが論文試験になってますね。さて、であと当たり前のことなんですけど、この2つ目のブロックですね、3ページの上から2つ目のブロックでね、まあ、本文では法律家としての意見を問われているのであるからね、基本的には条例案の規制についてね、まあ、意見か合憲か、ちゃんとね、法律家の立場で結論出せということね、まあ、なんか慌てて、設問形式がちょっと従来と変わっちゃったから、慌ててね、多分ここ忘れちゃった人がいたのかもしれないですけど、まあ、今後、また次年度以降もこういう形で設問が出た場合、十分気をつけておいてもらえればと思いますね。あとは次の縦4の判例への言及などっていうところをご覧ください。
まず1個目のブロックのところですけども、まあ、問題文においてこれ悪い例ね、参考とすべき判例を踏まえて論じるように求めているにもかかわらずね、全く判例に言及しないとは、これはおそらくね憲法の勉強を舐めすぎたんでしょうね。まあなんか憲法なんて論証パターン集で基準を覚えてきゃなんとかなんだ、あと当てはめ勝負だみたいなね感じで、まあ覚えて多分ろくなインプットをですね、まあ、してなかった可能性があるんじゃないかと思うんですけど、まあ、そんな感じでそもそもね、あの判例に言及のしようがなかったというね、そういう人もいたんじゃないかと思うんですけど、そういう感じなんだと思います。だからちゃんと判例しっかり勉強していけばね、あのこういうふうには指摘されないと思いますからね。あと当たり前だけど、あのこんな答案書いちゃったら当然合格できませんからね。しっかりと合格するためにはね、設問やっぱ判例踏まえてって書いたんだからね、そう判例踏まえなければ、まあ、ちゃんとね合格答案にならないと思いますので、まあ、しっかりとやるというのが大事です。そして2行目の途中から3行目にかけてのところですね、まあ、問題文にそのような要求が明示されていなくてもね、本来は必要なところでは、ね、この関連する判例に言及するなど、あるいは、ね、それ以上意識した論述すべきだと。でこれずっとあの言われてましたね。これはあの過去の採点実感であのずっと言われてました。設問には別に明確にあの判例踏まえてっていうのはあの出てなかったんですけど、でも結局蓋を開けてね、採点実感にあの毎年毎年ほぼこんな感じのことが書かれてますのでね、まあ、憲法に関しては本当に判例っていうのが大事だということをね、改めてこう意識してもらえればと思いますね。なんで普段の勉強あのあまりこう判例の方あの甘く見ないようにねしといてくださいね。さてで今度次のブロックのところですね、縦4の2つ目のブロックのところですけども、本件条例は例えば岐阜県青少年保護育成条例事件と比べて規制対応の、対処の範囲、あとこのね岐阜県の方ってあの自動販売機の収納に制限をかける、まあ、事案だったんですけど、今回の司法試験の事案はそういうわいせつな本をね、その対面販売することもあの禁止しちゃってるんですよね。でそういう点でこの対面式販売に対する規制であることってことで、やっぱ判例と結構事案が大きく違うところがあるんですよ。このところね、岐阜県の、まあ、青少年保護育成条例事件と結構大きな、違いがあります。なのでその違いがありますので、3行目上記事件の判例で直ちに合憲とできる射程を超えている、まあ、可能性があるということね。これどういうことですかっていうと、これね規制対応が厳しすぎちゃうんですよね。この対面販売まではあの判例の事案では禁止してないのに、今回の司法試験の事案そこを変えてね、その対面販売禁止しちゃってるということになってますからね、そういう点で規制の対応は厳しいんだということになります。岐阜県の事件はなぜ対面販売まで禁止しなかったかっていうと、あの青少年がまあわいせつな本を買うときに対面販売だとやっぱちょっと精神的にこうちょっと負担がかかって、まあ、買いづらいというところがあると。それに対してまあ自動販売機だとね、まあ、人知れず、まあ、お金さえ機械にまあ入れればまあ自由に買うことができますので、まあ、そういう点でね情報がですね、まあ、受け取りやすいような状況になってますね。でそういうときにそういうね、この自動販売機のところのまあこう販売禁止するだけにとどめてるんですけど、今回もともとね青少年もまあ精神的になかなかこう買いづらいような対面販売というところまでね、まあ、規制しちゃってますので、やっぱ判例の事案と比べるとかなり規制対応がまあ厳しいとということになってますね。なので、まあ、判例なんかしっかり勉強してるとね、あの判例の事案も含めてあのしっかり大事な判例に関しては覚えておかなければいけませんけどもね、まあ、そういうところを比べるとちょっといろいろ違いが出てくるのかな。それを踏まえて皆さんがどう考えるのかっていうところなんだと思いますね。で今までのねあの過去を見てますと、基本的には憲法だけではなくて他の科目もそうなんですけど、やっぱ判例を意識したあの論述っていうのがどの科目でも求められてます。でポイントはね、判例の事案そのまま絶対出さないんですよ、どの科目も。ちょっと変えてきます。だから今回だったらこの対面販売をねあのこう禁止してしまうと。岐阜県の事件は自動販売機の収納だけをまあ禁止していたんですが、まあ、今回の事件は対面販売も禁止してしまうと。なので判例とちょっとこう事案が変わった時にね、その皆さんが基本的に、いつも勉強しているね判例がそのまま考え方使えるのかどうかっていう形で、それであの判例の理解を結局聞いてきてるんですよね。それがあの判例の射程を理解するということにもなるんですけども、まあ、そういうのがあの司法試験の論文試験になってます。なんであとはね相対的な試験なんですよ。これ結構かなりね高いレベルのことが要求されてると、まあ、思うんですよね。なので、まあ、これを多分全科目完璧にできる人っていうのは結構少ないと思いますね。なのであとはもう相対的なもので、まあ、結局まあ1500人合格するんだとしたら、そのまあちょっとでも多く頑張ってね、でその1500番の中に入るように、まあ、努力をすればいいわけで、まあ、別にあの本番の試験で100点なんか満点なんか取んなくてもね、大体、絶対値から絶対値が100点絶対値って形でまあ100点で見た時に大体60点ぐらい取れれば、まあ、十分合格することができますので、まあ、そういうような感じでね。でもまあその60点取るのもね、やっぱ周りがすごく頑張ってますから、司法試験で合格するぐらいの人ってのはやっぱり結構ね勉強をしてると思いますので、甘く見てるといつまでやってもその6割に届かないと思うんですけど、まあ、でもねあの必ずこう着々とやってればいつかそこのラインに届くはずですので、まあ、そういう形で判例の勉強なんかは丁寧に、ね、やってもらいたいなというふうに思いますね。さて、あとはですね、あとちょっと内容を踏み込んじゃうんで、あと個別の話になっちゃうんでね、これはあの私の、最新科目山手講座の方であの触れたいと思いますので、まあ、こんな感じのところですね、まあ、皆さんの今後の試験にちょっと役に立つ抽象的な話としてはだいたいこんな感じになると思います。あとねその誘導に答えるっていう点であの5ページの最後のところなんですけども、
5ページのところのね、第5その他の論点というところがありますよね。でその縦1の後の縦2で縦2の1個目のまあブロックのところですね、これもやっぱね誘導によく乗ってほしいと思うんですけど、法律と条例の関係、要は聞かれてないことをね、今回の問題で、まあ、誘導されてないようなことを答えちゃった人がいたみたいなんですよ。確かにこの事案の誘導文離れて一般的に考えると、まあ、刑法わいせつのね、この罪の175条刑法のね、まあものとこの条例、っていうのはこうちょっとこうね同じようなことを規制しようとしちゃってるから、法律と条例との関係がちょっと問題になるんですけど、ですが、この縦2の1個目のブロックのところですね、法律と条例の関係、あと既存の条例との関係と、あとなんか憲法29条の損失訴訟の話も書いちゃった人見た人がいたみたいなんですけど、まあ、2行目のところですね、こういったものを評価するための具体的事実はね問題文の中に入ってないんですよね。まあ、ですので、まあ、あと誘導もはっきりされてなかったんでね、まあ、そういうことを書いちゃいけないと。なんで憲法はねやっぱ勝手なこと書いちゃいけないんですよ。こう誘導されてますから、何をね書かなければいけないのかってね。でちなみに法律と条例の関係、なんでこれ今回求められてなかったのかっていうと、徳島市公安条例事件判決の判断枠組みに即して考えますと、結局その、地方自治体の条例制定権というのはね、まあ、憲法で法律の範囲内でまあこうね、もらってるわけなんですけど、その法律の範囲内と言えるかどうかっていうことに関しては、その法律と条例のねその文言のみならず、その趣旨目的なんかもね、まあ、比べて、まあ、矛盾抵触するかどうかっていう形でやっていければいけませんよね。でそういう点で特にね刑法100175条、要は大元の法律の趣旨がねちょっと問題文の中に不足してるんじゃないかと思うんですよね。あと、まあ、そもそも文言自体も載ってませんので、まあ、そういう点で、まあ、ちょっと空気読んでいくとね、他に角度がいっぱいあることとの関係でいうと、まあ、おそらく本件のその問題文からしたら法律と条例との関係は聞いてないのかなっていうふうに判断できなくはないと思います。で仮に、まあ、聞かれてるんじゃないかって仮に思ったとしても、他の論点の方が明確にもっと誘導されてるから優先順位が下がるんだということが判断できると思うんですよね。で特に、まあ、優先順位が高いと判断された論点というのは当然配点が高いはずですから、まあ、普通はそこを中心に書いていくとね時間がなくなってそこが書けなくなるんじゃないかというのが、まあ、一般的だと思いますので、まあ、問題文をよく読んでね、どこのところが求められてるのかどうかってところはしっかり考えるようにしてほしいと思うんですよね。だから勝手に考えちゃいけないのね、その何を書くべきかっていうのは問題文が決めてますので、まあ、ちゃんとね問題文を見て行くっていうのがすごく大事になってます。これがねこれ口で言うと簡単なんだけどね、多分いざ実際本当が自分に最終的にねそれができるようにするっていうのは本当に結構大変だと思いますから、日々の訓練、突然目が覚めたら明日できるようにはならないことなんですよ。これはねやっぱ日々こう訓練してね、問題文よく読んで実際自分で答案構成して答案書いていく過程で徐々に身についてくることですから、まあ、しっかりとね論文の過去問問題文しっかりと見てね、まあ人の答案とかそんなのに当てにしないでね、ちゃんと問題文見て何聞かれてるのかっていうのを自分で考えてね、それで答案構成して書いてもらえればと思うんですよね。本番の試験は人の回答例がないからね、本当に問題文だけ見て何をどの順番で書かなければいけないのかっていうのを判断しなければいけませんので、まあ、普段やってないことは本番の試験でもできませんから、絶対にねできませんから、まあ、ちゃんと普段からねそういう心がけを持って問題文を見てもらえればと思います。あとは細かい話なんですけど、5ページの最後、第6形式面の注意点というところの1個目のブロックを見てください。たまにね見出し細かくつけすぎちゃったりとか、なんかさ1文ずつ改行しちゃったりとかっていう答案で見かける時もあるんですけど、これやっちゃうとね文章のこう塊が分かんなくなっちゃうんですよね。基本ねちょっと大雑把な話をすると、法律の文章っていうのはまずこの問題提起をする部分、まあ、要は争点形成している部分のところと、その争点を処理するための法規範を示している部分のところと、その法規範に対して問題文の事実をね当てはめ適用してで結論を示す部分のこの3箇所なんですよ。でもそれを、まあ、場合によってはその一つ一つのパートがね長くなるときは適度に、まあ、ナンバリングしたりとか改行したりとかするっていうことはあるんですけど、でもそこをちょっと超えて本当極端な話なんだけど、その一文ずつね改行しちゃうと、そういう文章の全体の構造が分かんなくなってしまうと。例えば法的三段論法をしてるっていうことをね示さなければいけないんですけど、そういう観点から考えたときにね、まあ、その争点形成している、まあ、問題提起の部分と、その論点をね処理するための、まあ、起案の部分、そしてその当てはめと結論を示す部分、まあ、このところが、まあ、基本になるわけなんで、まあ、そういうことが見えやすいようなナンバリングね、細かい話ですけど、でも、まあ、そういうことが見えやすいようなねこうナンバリングとか開業とかの形式を整えてもらえればと思うんですよね。なんでかというと、結局それが採点する人にそう伝わらないとね、そこが評価されないんで、まあ、採点してる人に対してね皆さんがちゃんと法的三段論法をして事例を処理してるんだっていうことを分かってもらった方が絶対有利なんですよ。なのでね、そういう面でちょっと細かい話、私はあんまり形式面のことは気にしないタイプなんですけど、まあ、でもね、まあ、一応こうやって書かれてますので、まあ、ちょっとそういうところは気をつけてもらえればと思いますね。さて、じゃあ憲法はこんな感じで終わりにします。じゃあ今度6ページの方をご覧ください。今度行政法ですね、公法系の第2問というのは行政法のことを意味します。
で、まずですね、毎年同じことをね、ずっと将来の受験生に向けてメッセージを送ってますけど、この6ページの縦2のところですね、6ページの結構上の方のね、採点方針というところを見てください。採点で何が重視されているのかというのは、これよく意識しておいてほしいんですよ。まあ、採点で重視されていることっていうのは、例年と同じくね、問題文と会議録中の指示に従ってね、基本的な事実関係や関係法令の趣旨構造を正確に分析検討し、でここもね、さっきの憲法の話と同じなんですけど、問いに対して的確に答えるということですね。まあ、行政法の方も皆さんにどういうことを、ね、答案に書いてもらいたいかということを問題文かなり詳細に、ね、会議録でいろいろ会話文が入ってるんですけど、かなり詳細に指示されてますのでね、まあ、そこのところをしっかりと読み取ってね、このちゃんと聞かれてることに対してね、ちゃんと的確に答えるということが大事になります。で3行目ですけど、基本的な判例や概念等の正確な理解に基づいてね、相応の言及することができる応用能力ですね。でこれは過去問ずっとやってると分かるんですけど、やっぱね、元ネタになる判例っていうのが、まあ、あるんですよ。これはまあぜひね、過去問ずっと遡って、直近のやつから遡っていくといいと思うんですけど、徐々にこう遡って、まあ、6年分ぐらいやるとね、だいぶ感覚分かってくると思うんですけど、まあ、大体ね、何かこう元ネタになる判例があります。でただね、その判例の場合は出さないんですよ。憲法と一緒で、なんか事案ひねってきますから、まあ、そこを気づけたかどうかですよね。そこを気づいた上で的確な規範立て的確な当てはめができたかどうかというところになってくると思いますね。なのでその前提として、やっぱ憲法と一緒なんですけど、行政法の方もね、ちゃんと基本的な判例しっかりと、まあ、事案を含めてですね、ポイントを押さえておくというところが、まあ大事になってきますね。まあ、基本的な判例や概念などの正確な理解に基づいてね、その言及をすることのできる応用能力ね。例えばほら、都市計画決定に処分性をね、肯定した平成20年の大法廷判決、あれポイントすぐ出てきますっていうとどうですか。まあ、一つはその法効果の重大性なんて言われてますけど、まあそのね、都市計画法でその建築制限なんかがされつつですね、最終的にその完治処分をまあ受ける地位に立たされるんですけど、まあ、そういう法効果のまあ重大性、具体性、それからもう一つね、その完治処分がされた段階で、例えばその取り消し訴訟を起こしてもですね、まあ、事情判決がね、まあ、公共の福祉にまあ適さないということで、まあ、事情判決がされて、結局その処分が取り消されない可能性が出てくるということで、であればその先行段階のね、その都市計画決定の段階で、まあ処分性を権利救済の観点からね、まあ、その処分を肯定すべきだなんていうふうに言ってるじゃないですか。だから方向から重大性、具体性、そして権利の救済の必要性、ね、こんな感じで、まあ、すぐ出てこないといけないです、この処分性の判例。まあ、一例ですよ、こんなのね。でも、まあ、その、処分性でも何でも、まあ、いろいろ行政法を勉強してね、押さえておかなければいけない判例がありますけどね、そういうポイントのところをまあしっかりとこう頭に入れて、で問題はあと分析して、いやなんかここが判例の事案とちょっと違うなとか、あるいはここ似てるなっていうふうになったらね、まあ、判例踏まえてその事案をまあ処理するということですね。まあ、そういうのが例年、これまあ6年分ぐらいね、ぜひ過去問を遡ってしっかりと検討してもらいたいと思うんですけど、まあ、そういうことをやっていってください。というわけで、ここね、まあ、1行、このね、今のブロックの3行目、基本的な判例や概念等の正確な理解に基づいて一言で済まされてるんですけど、これがやっぱ大変なんですよね。まあ、これができなきゃ、やっぱなかなか、その、交際員の求めてる答案にはならないんですけど、でもこれ、簡単に一言で書かれちゃってるけど、これをやるのは結構大変だから、これ日々、頑張ってほしいよね、インプットのところ。でちゃんとやってほしいわけですね。基本的な判例概念等の正確な理解に基づいて相応の言及をすることのできる応用能力を有しているか、事案を解決するにあたっての、ね、論理的な思考過程を端的に分かりやすく整理構成し、本件の具体的事情を踏まえた、ね、多面的で説得力のある、まあ、法律なんですね。まあ、処分が違法な方向、適法な方向、いろんな事情入ってるからね、法案の方に関して言えばね、まあ、そういうこと多面的にですね、必要な事実を的確に、まあ、拾い上げて評価して、で最終的に皆さんがどう考えるのかってところをね、ちゃんと説得的にまあ示すということが大事になってきます。でちょっと気をつけなきゃいけない、決して知識の量にね、この重点を置くものではないと、これ毎年書いてありますからね。だから押さえておくべき知識ってのはあんまり細かいところは気にしなくていいですからね。まあ、本当にこう基本的なこう、まあ、こうテキストに載ってるようなところで、しかもこうなんか見出しとかで目立っているようなところ、まあ、私のインプットのテキストをご利用の方だったらね、まあ、私が黒丸で大事なところをつけてますけど、まあ、そういうところをねしっかりとまあ理解して、まあ、記憶をするというところがまあ大事になってきますね。まあ、知識はあんまり広げなくて大丈夫ですからね、まあ、その質の方を、ね、重視してもらえればと思いますね。であとはですね、行政法に関しては結構、まあ、問題文の中身入っていかないとね、結構難しいところがあるんですけど、8ページの方をご覧ください。まあ、ちょっと形式的な話をねちょっと、ご紹介しましょう。まあ、8ページのところで縦4採点実感です。これ試験考査員が、まあ、受験生の、ね、答案、いろいろ採点して、で主要な意見をここに挙げてくれてまして、これ結構参考になることが書いてありますね。で例えば括弧1の全体的印象というところの1個目のブロックですけど、点線のところね、これ今の話と同じですけど、まあ、このね問題文とか会議録をよく読まず、例えば問題文の、このね、検討会議の会議録を読んだ上で、弁護士 F の立場に立って説問に答えなさいという指示を、ね、従ってない答案で、ね、でこのブロックの一番最後の行など問題文の問いかけに対応していない形で記述された答案点になっています。でここはやっぱ訓練が必要で、自分が受験生の時なんですけど、やっぱり、ね、この過去問をね
しっかりと、まあ、問題文を、ね、あのこう見てで、まあ、毎回毎回自分の頭で、あ、こう設問がこうなってて、で会議録にこういう誘導がされてるから、だからこういうことをこういう順番で書いたらいいんだなってことを常にあの意識してね、それをあの訓練してました。で、まあ、最終的には、まあ、自分は平成22年にまあ合格してるんで、まあ、過去問の数もそんなに少なかったんですけど、まあ、でもそれでもね、その平成18年から始まった司法試験の問題で、まあ、それぞれね各年度こういう感じの事案が出て、でこういう感じの誘導がされてて、でそれをこういう基本知識を使って、でこうこれ丸暗記ではないんですけど、その基本知識をこう応用してこう処理したなっていうのがもう頭の中でイメージ固まるぐらいにあの準備して、それで本番の試験にあの臨みました。でそれをやってると、まああのそのね、誘導に乗るっていう癖があの十分身についてるから、本番の試験でもね、あの完璧にはできなくても、でもそういうことをやってない受験生と比べるとかなりいい答案が書けるんですよね、誘導に乗ってね。なんで、まあ、あの今ちょっと過去問の数が多くなっちゃってね、平成18年から遡ってこれ全部やるってやってる人も結構いるんだけど、あのでもまあそれをね、あの今までそれほどやってないって人がそれをあのやるっていうのは大変だと思うから、例えば、まあ、少なくても直近6年分の、ね、過去問に絞って、そこでこういう事実関係のもとこういう誘導がされてるときはこういう基本知識をこういうふうにうまく応用して、まあ、処理するんだというイメージね、まあ、それで、まあ、誘導に乗るっていうことを徹底的に、ね、体にもう刻み込むんですよね。で普段やってないことってやっぱさっき言ったように本番の試験でもできないんですけど、行政法ってすごく、ね、あの誘導が複雑なんですよ。なんで当然あのこういうイメージができてない人がね、この行政法の問題をね突然初めてあのとポンと試験の本番の時に出されたら2時間でまともに処理できるわけないんで、まあ、そういう点でねちゃんとこう誘導に乗るようなあのところのイメージをね、イメージトレーニングがすごく大事ですから、まあ、そういうところはあのしっかりとやっておいてもらえればと思うんですよね。まあ、私幸いに今のそういうことやってたんで、あのまあ時間切れを恐れながらね手震えて、実際本番の試験は行政法の時は最後手がたがた震えながらねあのやりましたけど、でもそれでも最後まで書けましたんでね、まあ、それを訓練しててよかったなっていうふうに思ってますね。まあ、諦めずに最後までやってよかったなっていうね、まあ、そういう感じの思いがありますので、まあ、皆さんもねそういう訓練してもらえればと思うんですよね。イメージトレーニング本当に大事です。でそれからですね、8ページの方で、下から3つ目のブロック、まあ、2行ぐらいのものなんですけど、ちょっとご覧ください。基本的な論点の判断枠組みの論述についてはよく書けているに対し、法令の趣旨を検討するための、まあ、規定や事実関係が十分に挙げられていない答案で、これ当たり前のことなんですけど、あの行政法ってね、処分の根拠法令が必ずあの資料にくっついてるんですけど、その処分の根拠法令をどんだけ深く読み取れるのかどうか、その趣旨を、ね、読み取って、どういう処分要件が本来要求されるのかどうかとかね、その、処分要件を満たしたときにどういうそのことができるのかっていうね、その効果裁量の話ですけど、そういうところはあのしっかりと検討させるようなことが毎年出てます。で例えばこれね、訴訟要件の話でもこれ妥当するし、あと本案のその処分の適法違法っていう話でも、まああの大きく影響してきます。まあ、一例を挙げますと、例えばあの訴訟要件の話でいうと処分性ですね。処分性っていうのはあの結局その方向か、その処分の根拠法令に着目して、それがどういうその方向かを、ね、生じさせているのかっていうのを結構緻密にあの分析することになるんですよ。で最終的にあの判例の、ね、処分のまあ定義であります、まあ、公権力の行使のうち、ね、直接国民の権利義務を決し、またその範囲を確定することが法律上、まあ、認められているものに当たるかどうかっていうのを、まあ、その処分の根拠法令を読み解いて、具体的にどういう方向かが、ね、具体的に生じているのかどうかっていうのを結構まあ見ていくんですけど、そういう点でやっぱ処分の根拠法令に着目するということはすごくまあ大事な話になってます。で今回の平成30年の司法試験では、まあ、原告適格という形で、まあ、訴訟要件が出てきてますけども、その原告適格のところでもですね、やはりこの、まあ、今回みたいにその処分の名当て人以外の第三者の原告適格が聞かれているので、その行訴法9条2項の、ね、判断枠組みに即して、その原告適格を判断することになりますよね。でそういう時に行訴法9条2項の考慮要素、これも頭の中に入ってなきゃダメね。あの6法引きが書いてあるんだけど、でもあのそれ頭の中に入ってない人はね、問題文見ながら大事な事実拾えませんから、時間切れになりますから、だからね、あれは頭の中に入れとけなければいけないことなんですよ。頭の中入ってる人は問題文読みながらその原告適格の判断に必要な考慮素を拾えますからね。でそういう点で考えると9条2項には大きなあの考慮素を2つ挙げてますよね。処分の根拠法令の趣旨目的、そしてもう一つがその処分において考慮されるべきね利益の内容性質で、まあ、もうちょっと細かい話になると、その1個目の考慮素であります処分の根拠法令の趣旨目的をまあ検討するにあたってはね、それと目的を共通にする関係法令があるときは、その趣旨目的をもですね、その参酌をしてね、で最終的にちょっとこの処分の根拠法令の趣旨目的を柔軟に解釈するようなあのことを、ね、していかなければいけませんよね。そして、処分の根拠法令、今度あの処分によって考慮されるべき利益の内容性質っていうところになりますけど、そこはあのどういうふうに判断しなければいけないかってことが9条の2項に結構あのしっかり具体的に書かれてますから、そこに即してね、ちゃんとその処分が当該ね、その根拠法令に違反した場合にどういうね、その利益がどういう対応で害されるのかどうか、そういうところはあのしっかりとまあ見てですね、それでまあどうせ本案で勝てるかどうかっていうのは別の話なんで、まあせめてね、その取消訴訟のこの間口嫌い訴訟要件認めてあげてね、訴訟要件認めてあげて取消訴訟の
間口ぐらい開いてあげてもいいなっていうふうに思ったときに、結局ですね、その1個目の要素と2個目の功労要素、総合考慮して、でそういったね、現行が主張している利益がですね、その一般公益に吸収解消されるにとどまらずですね、個々人の個別的利益として保護する趣旨も含んでるんだということ で最終的に判例その後ね、原告提供が認められる範囲をもうちょっと具体化して規案立てますけど、その規案立てた後に当てはめをするというね、まあ、基本的なあの考え方がありますよね。まあ、そういう形で今言ったように原告提供判断するにあたっても、結局その処分の根拠法令がどういう利益を保護しているのかということをしっかり見ていかなければいけませんので、まあ、そういうところはしっかりね、こう処分の根拠法令というのを大事にしてもらいたいなというふうに思うんですよね。あと当たり前なんですけど、今度本案の方で処分が適法違法って毎年聞かれてるんですよ。でそこを考えるときも行政法の世界で大事な原理というのはやっぱり法律による、まあ、行政ですから、何かね処分をするにあたってもその処分の根拠法令が規定してるね、その処分要件をまあ満たさなければ、まあ、いけないわけですね。でそういうときになんか、まあ、大体条文の要件というのは抽象的に規定されてることが多いですから、まあ、そのままだとねその事案の処理に使いづらいときがありますね。でそういうときにその問題文の資料にくっついている処分の根拠法令しっかり読み解いてですね、でその趣旨目的を自分で考えて、そしてその事案を処理できるだけの規範を立ててですね、でそれでその自分の提示した規範にですね問題文の事実をまあ適用して、でそれでそのね処分が適法か違憲か、あすみません、適法かね、まあ違法かっていうね、違憲って言っちゃうと憲法の話になっちゃうからね、まあ適法か違法かっていうまあ結論をね出さなければはいけないと、まあいうことになるんだけどね、まあとにかく処分の根拠法令なんですよ。行政法はね訴訟要件の場面でも処分の根拠法令、協議の訴えの利益もそうですよ。法律上取り消しによってね、法律上回復する利益、事実上の利益じゃダメなんですよ。法律上の利益って書いてあるからね、条文にね。なんで、まあ、法律上の利益、回復すべき法律上の利益があるかどうか、で法律上の利益ってのはどこでじゃ判断するのかって、やっぱ処分の根拠法令だからというわけでね、まあ、訴訟要件だろうが、その法案のね適法違法だろうが、とにかく処分の根拠法令ということなんで、そこをしっかりとね意識してほしいなというふうに思いますね。だからそこどんだけ踏み込めたかでもう点数の差がつきますんでね、とにかく処分の根拠法令を意識するんだというところでやってもらえればと思いますね。そんな感じで、それがね8ページの下から3つ目のブロックの、まあ、もう一回読むとね、この太字にちょっと点線引いてるとこね、法令の趣旨を検討するための規定や事実関係、まあ、当てはめのところでね、まあ、事実関係使いますけど、事実関係が十分に挙げられていない答案ということで、まあ、これは例えば取材者の意図に沿った答案できませんからね、処分の根拠法令どんだけ分析できるかというところ、毎年訴訟要件でも法案の方でも聞かれてますので、ここのところはしっかりとやってもらえればと思うんですね。あとはこの次のブロックですね、8ページの下から2つ目のブロックのところですけど、行政法学の基本概念に関する基礎的理解が不十分である、またはその理解に問題があると思われる答案で、その例なんだけど、これ本当問題外なんですけど、工学上の許可ね、条文は許可って書いてあっても実際の工学上の許可に当たらないこともありますけど、まあ、工学上の許可っていうのは本来国民が自由にできるところを、まあなんかね、例外的にこう規制をしているようなものになるんで、本来国民が自由にできるゆえに、それを規制する行政裁量って狭いんですよ。でもそれを逆にやっちゃうとかね、まあ、こんな本当問題外ですけど、まあ、基本知識のところが分かってればね、こういうミスはしないと思うんでね、改めてこういう基本的なところの確認もしてもらえればと思うんですね。あとこのね、今のブロックの3行目ですね、下から2つ目のブロックの3行目の点線のところ、本件条例13条第1項柱書きのこのね、処分要件こうなってるんですけど、支障がないと認めるときとの判断、これってその処分要件に関する規定なんで、そのねこの認めるかどうかってことに関して、まあ、裁量ありそうだなってことで、要件裁量の問題になりそうなんだけど、それをなんかね、要件認められてることを前提に、じゃあそのね、要件満たした時のその処分をするのかしないのか、あるいは処分するとして、まあ、どんな処分するのかっていう、その効果裁量の話としてなんか書いちゃった人みたいな人がいたみたいなんだけどね、まあ、それもダメだというところね。で、この要件裁量、効果裁量ってね、過去問遡っていくとね、うるさいです、採点実感。ここ最近すごくうるさいです。29年とかね、28年とか、ぜひ、しっかりね、過去問検討して、採点実感にかなり詳しいこと書いてくれてるから、遡ってもらいたいと思うんですけど、ここ最近かなりこう注意するようになってますからね。ですから受験生のレベルが上がってるはずなんですよ。その条文処分の根拠法令を見たときに、その規定がその要件裁量のことを言ってるのか、効果裁量のことを言ってるのかということに関しては、かなり受験生のレベルが上がってるはずだから、そこを、ね、しっかりやらないで取り残されてしまいますと、相対的に沈み、まあ、込んでしまいますからね。ですので、まあ、しっかりと、まあ、そこのところを、ね、ちょっと過去も遡って、ね、まあ、見てもらえればと思うんですね。特にここ最近すごく、ね、ここの要件裁量、効果裁量って言葉を明確に使って、ね、結構詳しく採点実感の方で、ね、説明してくれるようになりましたから、とても参考になりますので、まあ、しっかりとやっておいてもらえればと思います。それからですね、原告適用の話は結構詳しく話しましたけど、例えば9ページの括弧2の設問1括弧1の4つ目のブロックでちょっと長めのところがありますよね。でこれダメな例なんだけど、処分のほら9条2項でさ、処分の根拠法令の趣旨目的見なければいけないんだけど、これ点線のところ4行目かな、目的規定だけ上げてやっちゃダメなのね。ちゃんとその大元の処分要件の条文を見て、
でそこには趣旨が書いてないから明確にはね。だからそこを自分で考えなきゃいけないんですよ。あ、この処分要件ってどういう利益を保護する観点から行政庁に規制をかけようとしてるのかなっていうところを、これ毎年聞かれてますからね。別にこの問題に限らずね、ずっと行政法ってそういうことを聞かれてますから、まあ、その目的規定はもちろん大事なんですけど、目的規定にとどまらず、その大元の処分の、ね、根拠、法令のその要件、処分要件書いてある条文個別にありますから、まあ、そこのところね、自分でちゃんと見抜いてね、そのどういう利益を保護する観点からね、そういう規制をかけてるのかどうか、あるいはその行政庁に許可権を与えてるのかどうかってところを見抜いていくっていうのが大事です。これずっと毎年これ同じようなことが言葉を変えてね聞かれてますから、まあ、十分とねその処分の根拠をしっかりと考えるようにしておいてもらいたいと思うんですよね。で目的規定だけっていうのはちょっとダメなんでね、そこは十分、気をつけておいてください。あとはですね、ちょっと当てはめのポイントになるんですけど、その前に行政裁量の話がすごく大事だからちょっとやっていきましょうかね。10ページの、ところです。10ページの縦3、設問1括弧2のところで、今後皆さんの、ね、ためになるところは特に2つ目のブロックと3つ目のブロックのところと、あと4つ目のブロックですかね、これ本案の話になりますね。大体毎年ね、裁量の逸脱内容があるかどうかって観点からその処分の適法違法というのが聞かれることが多いんですけど、これはね毎年通用するような大事な考え方になります。で、括弧3の2つ目のブロックちょっと見ていきましょうか。行政裁量が認められる実質的根拠について、例えば専門性等だけしか述べない答案ですね。で、教育や科学技術など一定の分野に関する専門家、専門組織の判断の尊重なのか、政治的判断、公的見地からの判断の尊重なのか、まあ、全国一律で基準定めるべきでなくね、地域の特性や地域住民の意見を斟酌すべきゆえにね、認められる採用かなど、とにかく事案の、ね、特性を踏まえて、もっと適切な理由を、ね、つけてくれってことになってるんですよね。これなんで毎年こういうことを聞かれるかっていうと、結局処分要件ってすごく抽象的なんですよ。ですので具体的に行政庁がどこまでのことをできるのかっていうことを一個一個全部具体的には書いてないのね。すごく抽象的なんです。でそういう中で行政庁が、一見するとその法律の要件に書いてないことをやっちゃってるんだけど、でもそれを大元の、ね、法律による行政ですから、大元の処分の根拠法令がそういうことを、ね、行政庁にすることを許す、要はその裁量を与えているということになった場合は、別にその行政庁の処分というのが法律による行政から逸脱しないじゃないですか。だから、そういう場合は、ね、その裁量の逸脱で乱用がなくて、適法ということになっていくんですよ。でも逆に行政庁が、ね、一見その名分にないようなことをやっちゃったときに、しかもそれが処分の根拠法令の趣旨目的からおよそ認められないんだということを、ね、やってしまったという場合は、それは法律による行政を、ね、守ってないと、要は処分要件を満たしていないのにその処分をやってしまったということになるから、そういえばその裁量の逸脱乱用で違法になっちゃうんですよね。そういう観点からこういうことが書かれてますんで、結局その抽象的な条文を見てどこまでのことが行政庁に許されているのかということを判断するにあたっては、結局その裁量の具体的な中身を見ていかなければいけないんですよ。だから単に専門性ってことだけ書いただけだと、どこまでのことがね、その処分の根拠法令が行政庁に許しているのかどうかということが判断できないから、だからもっと具体的にそこをやってくれと。でこれだ、もうずっと毎年、これはさすがに毎年書いてありますよ、こういうようなことが。手を変え品を変えね、ずっと書いてて、これ本当に行政法の基本ですからね、ここ特に意識しておいてほしいと思うんですよね。で今度次のところですね、次のブロック、3つ目のブロックですね、括弧3の、ね、3つ目のブロック、裁量の根拠として、ちょっと個別の、ね、事案踏み込んでちょっと話はしないんで、あんまり事案気にしなくてほしい、しなくてとりあえず、ね、やっていきますけど、法10条1項や本件条例の規定との関係を論じているとは少なかった。で行政裁量の存在は行政処分などに何らかの専門技術的な性格を認められれば、ね、直ちに認められるわけではなくて、ちゃんと資料にいろいろ個別法が、ね、処分の根拠法でくっついてますから、そこの規定、きちんと、ね、検討して、で、趣旨を皆さんが自分で考えなきゃいけないんだけどね、趣旨を読み取って、でその、ね、処分の根拠法というのはどこまでのことを行政庁に許しているのかどうかということを、ね、見て、でその、認められている範囲内で、ね、行政庁がやっているんだったらその処分は適法、逆に皆さんが考えた範囲とちょっとこう、ね、逸脱してやっちゃってるんだということになれば、裁量の逸脱乱用でその処分は違法になるんだという、ね、本当に基本的な、行政法の考え方ですね、そこが書いてあります。でこれをずっと毎年聞かれてるからね、ここのところね、ここが理解できないと行政法では絶対合格点取れませんから、法案のところね、では絶対合格点取れませんから、毎年毎年もこう同じようなことこう書かれてますから、ここのところはしっかりと理解を、ね、してもらえればと思いますね。さてで今度次のところですね、
カッコさんの、ね、4つ目のブロックのところです、まあ、点線のところから始まりますが、法10条1項の許可について効果裁量が認められていると述べているにもかかわらず、当てはめの段階では処分要件に関する裁量、これはあの要件裁量ですね、その要件の該当性に関する、まあ、行政庁の裁量のことを書いちゃってると、効果裁量っぽいこと言っててね、突然要件裁量に話がすり替わっちゃってるとか、その逆に、これ悪い例ね、点線のところ要件裁量が認められると述べながらね、許可を行うか否かの裁量って、これはあの要件満たしていること前提にあのその効果の、ね、ところの裁量なんで、効果裁量なんですけど、まあ、そこもやっぱりちぐはぐしちゃってるというような感じですね。というわけでね、これね、でも意外とこれさすがにね、あのこれ単なるケアレスミスかもしれないかってね、まあ、交際員は受験生がまさかここまで分かってないだろうというふうにはあの多分思ってないんだろうけど、多分本当にこう分かんなくてね、こういうふうにやってる受験生も多分いるんでしょうね。なんで、まあ、ここのところね、要件裁量と効果裁量のところの違い、これ毎年あの本当にずっと言われ続けてるんで、まあ、しっかりとね、あの検討してもらえればと思うんですよね。でなんでこれが大事かというと、あのさっきの話ですよ、結局あの処分の根拠法令って抽象的だから、法令ってのは大体そういうもんなんですよ、もともと抽象的でね、そのどういう場合にじゃあ どういうふうにしなきゃいけないのかっていうのを具体的に全部書くことは無理だから、もともと抽象的ですから、でそういう時に、実際の論文試験の事案っていうのはその条文に書かれてるところから直ちに読み取れないことをやっちゃった時にね、じゃあそれが処分の根拠法令の通りの、処分なのかどうか、そこを毎年あの判断させてます。でそういう時にね、まあ、結局その行政庁がやったことが処分の根拠法令から与えられたその裁量の枠内の中に収まってるんであれば、まあ、結局その処分要件を満たした処分、まあ、言い方変えれば法律による行政が、ねまあ、貫かれているんだということで、その処分が適法に今なるわけなんですけれども、まあ、そういうことを毎年あの聞いてますからね。ですからやっぱその裁量というのが具体的にどういうものなのかということをその事案ごとに考えていくということがすごく大事になってきます。でとにかく、ね、ここのところが分かってないと絶対にその本案に関する問題では合格点つきませんから、ここの基本的なところを、ね、まずあのしっかりと固めてもらえればと思うんですよね。まあ、私なんかもね、矢島の論文完成講座で毎回答案作ってね、やってますけど、やっぱその裁量のところね、すごくこう気をつけてるところでありますね。本当にこう処分の根拠をしっかりと見てね、趣旨を読み取って、そこが勝負ですからね、まあ、そこを本当に特に重視してね、やってもらえればと思うんですね。さて、であとね、ちょっと面白いんですけど、事実の使い方ですね、11ページのところに、2つ目のブロックのところです、まあ、ちょっとね事案ちょっと具体的に見るわけじゃないんですけど、2つ目のブロックで E による事業所設置につき、ちょっとあんまり細かい事案気にしないでください。ちょっとねこの事実の使い方の注意点ですね、まあ、権利乱用などといった法的評価を与えていない答案が見られたが、ここです、事実の法的評価を行うことは論証の基本で、今回ねとにかくまあ権利乱用というちょっと法律構成を使ってあの事例を処理することがね、こう求められている問題だったんですけど、あの事実を六すっぽ拾わず、そして事実を六すっぽ評価せず、権利乱用って言ってもダメなんですよ。ちゃんとその権利乱用を続けるだけの事情をね、いろいろ問題文の中に散りばめられてますから、そこをちゃんと拾い上げて、であの拾ってるだけじゃダメです。あの他の科目の採点時間にもよくね毎年書いてあるけど、事実を羅列してるだけではダメです。ケース法なんか結構ねそれこそ具体的に書いてくれますけどね、事実を羅列してるだけではダメで、そのポイントになる事実を抽出した上で、きちんとねその法的な枠組みとの関係で意味付けしながら評価加えて、それでちゃんと論じなければいけないんですけど、それをやるということですね。それが事実の法的評価ですね。事実の法的評価を行うことは論証の基本だということになります。でなぜね権利乱用などに当たるかについてもね、問題文や会議録にかなりあの具体的な事実が結構示されてますから、まあ、そこのところをね、きちんと、まあ、上げるってことが求められてますね。で今度次のブロックのところで今の話の続きになりますけど、まあ、権利乱用のポイントね、結構問題文にあったんですよ、ポイントになる事実が。例えばこの、阻止するため、あと意図的にとかあえて、これ主観的な、まあ、問題ですね。それから客観的な、まあ、問題としてはこの2行目のところですけど、まあ、事案あまり気にしないでくださいね。本件説明会の後にね設置した、本件説明会後にね設置したというような客観的事実ということで、まあ、いろいろこのね権利乱用を基礎づけるような事情がありましたから、そういうところを適切に今拾っていくということが大事になってます。あとこれちょっとね、試験交際員ね、あの守秘義務があるから、あのはっきり採点基準がこうだっていうふうには言ってくれませんけど、でもあの結構ねポロッとこう出てくる時があるんですよ。であのちょっとこう予備校の答練の、私もちょっと聞いたことがあるんですけど、予備校の答練とそのね、あの本番の試験の大きなこう違い、採点基準の違いなんですけど、本番の試験って問題文のあのね、いろいろ事実がありますよね。その事実キーワード決めてるんですよ、キーワードを。このね、キーワードでそれを拾ってどれだけそこに評価加えてるかと点数が決まるのね。でもそれに対して予備校の大体、まあ、別にレックのことだけじゃなくて、まあ、全てのね、あのいろんな予備校ありますけど、まあ、全ての答案でも大体こう当てはめのところがどんだけできたかって結構わりかしざっくりした採点基準になってるじゃないですか。でだからなんかそれらしい事実を上げておけば点数もらえるように多分予備校の答練ってなってるんだと思うんですね。それは採点する人の多分限界の、まあ、問題がありますけど、本番の試験はそれ甘くなくてね、やっぱりその問題文の中にポイントになるような事実っていうのが最初から決められてて、それを拾ってそれをどんだけ評価してるかで点数決まりますんで、なんか
適当に事実を挙げただけで絶対点数くれないしね、なんか法規範だけ書いたんでもう点数もらえません。結局その法規範との関係で意味付けしてね、その挙げた事実をちゃんと法規範との関係で意味付けして評価してね、で説得的に論じていく、でそこにね、その説得力に応じて点数振られるようになってますので、ちゃんとね問題文の事実っていうのを大事にしてもらいたいなというふうに思うんですよね。だからわりかし誤解しやすいのが合格者の再現答案でさ、上位の答案なんか見てて意外とこうあっさりしてる部分なんかがあって、で受験生ね、あらこうやって簡単に書けばいいんだって誤解しちゃうんだけど、そこが多分評価されてるわけじゃないんですよ。そういうね上位の方で受かってる人ってやっぱその当てはめ結構厚くしっかりやってるところがあると思うんだけど、そこが評価されてますね。結局絶対値で100点満点で行った時に100点満点なんか取って受かる人なんか誰もいなくて、やっぱ結構大きくね絶対値で言うと点数落としてるんですよ。なんでそういう意味で意外とこうなんか抽象的にこう書いちゃってるところっていうのは点数振られて実際もらってないと思いますのでね、ちゃんとねどういうところで点数もらってるのかってことをしっかりと、ね、意識してもらえればと思いますね。というわけでここねちょっと事実を大事にしてくださいということで、これ後でね商法はねもっとここのところが分かりやすく採点時間書いてくれてます。ポイントになる事実をね上げてくれちゃってるんですよ。後でちょっとご紹介しますけどね、この採点時間の商法のところはね、そのもうここの事実がポイントなんだな、これどんだけ評価したかでもう点数決まるんだなぐらいのことが分かるぐらいね具体的に書いてくれてるんで、後でちょっとね商法の話ね、その論点がちょっとね狭いんで来年はもう出ないと思うんだけど、でもその考え方がすごく参考になるのね。こういう事実を着目して評価すれば本番の試験でいい点数もらえるんだなっていうのが分かるんで、ちょっと後でそこで会計情報の閲覧請求権でね、ちょっと論点狭いんで来年は絶対出ないと思うんだけど、でも今後の試験にねすごく役に立つようなことが書かれてましたので、商法のところでちょっとご紹介いたします。さてであとはですね、で最終的には13ページのとこ、あと多事考慮判断過程審査ね、裁量逸脱乱用の判断過程審査で12ページの括弧4設問2っていうところの、12ページのね一番上の立って括弧4設問2っていうところの5個目のブロック見てください。多事考慮って太字でしてるところで、で私がちょっと中央ねつけて補足を、しておきました。これね毎年似たようなことがね採点時間にずっと書かれてきてるんですよ。ここすごく大事なところなんですよね。表現の仕方が随分違うんでね、ちゃんと本当に意味が分かってる人じゃないとこういうこと言ってるんだなって意味通じないかもしれないんだけど、毎年これと同じようなことは言ってます。裁量の逸脱乱用の、ね、判断枠組みの、一つでね、判断過程審査って多事考慮があるときに裁量逸脱乱用っていうのをやるんですけど、ちょっとこれを見ていきましょう。多事考慮に当たるか否かの具体的な検討に際し関連法令の文言や趣旨の検討などを踏まえることなくね、悪い例自らの価値判断から直接結論を導こうとするもの、例えば高齢事案あまり気にしないでくださいね、事案協議やるわけじゃないからね、高齢化社会において墓地の重要性が高いため、供給過剰を考慮することは多事考慮に当たるとかね、なんかちょっと問題文の処分の根拠法令と関係ないような自分の価値判断勝手に書いちゃってるんだけど、これはダメなんですよね。でまた問題文に記載されていない事由であり、かつそのように断定するだけの根拠が見当たらない内容ね、これも悪い例で、私が中付けたところここでちょっと理解してほしいんですけど、多事考慮を論じる際は前提としてね、行政法ってとにかく法律による行政だから処分の根拠法令しっかり見なきゃいけないんですよ。ですので、処分の根拠法令が処分にあたりね、処分庁にどのような事項を考慮することを求めているのかどうかってところをしっかりと、意識してね、でその枠から外れてるか外れてないかって形で多事考慮の判断をしなければいけないんですね。だから処分の根拠法令の趣旨目的を読み解くことがここでも必要になりますのでね、常にね行政法っていうのは訴訟要件の場面だろうが法案の場面だろうが常にこのね処分の根拠法令の趣旨目的でそこからもうやってきますんでね、そこのところをしっかりと意識してもらえればと思うんですね。でこれずっともう毎年表現違うけど同じようなことずっと書かれてますからね、多事考慮が問題になっているような事案では私のね矢島の論文完成講座の方でもねずっと結構過去 の問題なんかやってる時にね採点時間見てるんですけど、やっぱ同じようなことがずっとこう書かれてますんで、ここのところよくね意識してください。勝手にやっちゃダメなのね、ここのところはねちゃんと処分の根拠法令からね、その処分にあたって、行政庁にどういうことを考慮することをね許してるのかどうかっていうところをねちゃんと処分の根拠法令からしっかりやっててください。で一度でこれだけ明確にやっぱ書かれてしまいますと、まともな受験生はこれ見てますから、今後また多事考慮、裁量逸脱乱用を聞かれたときは結構ちゃんとやってきます。でそれを皆さんが遅れてしまってここに乗っていかないと相対的に沈み込みますのでね、だから実は採点時間ってすごく便利なんですけど、こう後になれば後になるほどね、これを読んでない人がどんどん不利になりますから、やっぱ正しい考え方を試験委員がね将来の受験生に向けたこうメッセージとしてこう出しているものですから、こういう形でね正しい思考方法をどん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 示されてしまいますと、ここ乗り遅れてしまいますと相対的にねこう不利になってしまいますから、十分にね採点実感の方を分析してどういうね、ことがその各科目求められているのかどうかっていうのはね意識してもらいたいと思いますね。あ
とはね、あの各科目、あの今回でいうとこの13ページのところで今後の法科大学院教育に求めるものってなってるんですけど、これはね、あの将来の受験生にあの求めるものとして、あの読んどくとすごく参考になります。あの全ての科目がね、将来の受験生に対してね、どういうことをまあ求めてるのかどうかっていうところですね、まあ、すごく参考になりますので、ね、まあ機会を見てね、ちょっとこう読んでもらえればと思いますね。私がちょっと大事なところを線引いたりとかしてますんでね、実践のところとまあ点線のところをうまくあの使い分けてね、あの後で理解しておいてもらえればと思います。さて、じゃ今度民法いきましょう。で、民法に関してはね、皆さんの将来の試験に役に立ちそうなところで言うと、あの今回大きく言うと設問、まあ、3つありましてね、ちょっとこれは問題文も一緒に見ていきましょうか。まあ、このね、採点実感の冊子はじゃあこの14ページのところをちょっと開けたままにしておいてもらってね、民法のところ開けたままにしておいてもらって、で問題文の方はあの広報系で憲法と民法の後にね、民事系の第一問というのがあの民法に当たりますので、ちょっとすみませんね、投資番号ではないんで、あの本番のね、試験のあのちょっとこうものをちょっと印刷してるんでね、ちょっと投資番号ではないんですけれども、まあ、民法の場所ですね、民事系の第一問って書いてあるところをちょっと、開けてください。まあ、私のちょっと手書きの文字でね、H30 民法っていうふうにあの左上の、ところでついております。で、民法大きく設問、3つ今回ありまして、で1番目の配点割合ね、40、35、25で、本番の時はとにかくね、あのなんとか絶対値で60取れば受かるんだという気持ちでね、でまあ、ざっと問題文ね、全体的に見て、自分で勝負できそうなところ、時間切れにならないようにね、そこしっかり書くようにあの意識を、まあ、するといいと思うんですけど、まずね、設問1は、債権総論の全体的な話を聞かれてます。これは結構ね、債権総論で各制度の要件効果を覚えて、でそれをね、何をどの順番であの書くべきなのかっていうのを、事案に応じて、まあ、自分で組み立てないといけないんですけど、それを求められてますね。だからこうインプットでいろいろね、例えばその、事業地帯の効果とか、弁済の提供の効果とかで丸暗記、まあ、しているだけではダメで、それをね、その何をどの順番で書かなければいけないのかってことをあのこう判断しないといけない、そういう問題ですね。であとこれあの今回ですね、設問1に関してはあの新しい民法ではあの今度削除されてしまうね、危険負担なの534条の2項が出てるんですよ。でそうすると、じゃあ今度のね、2019年度の試験は、まあ、一応現行民法でまあやることになってるんですけど、どうせその後ね、2020年からはなくなっちゃうから、じゃあ出ないのかっていうと、どうもね、過去問の傾向を見てるとそういうことはなさそうでしてね、このまあもう廃止されてしまうような条文、今回平成30年に出てるじゃないですか。あとは直近で言いますと、平成28年のまあ司法試験においてですね、新しい民法の方でなくなってしまいます、その債権譲渡のところのですね、異議をとどめない承諾のものが真正面から出てるんですよね。で当時あの司法試験のその問題が出題された時も、もう法案固まっていた段階なんでね、まあ、異議なき承諾っていうのがもうなくなることがもう決まっているような段階だったんですけど、それでも出してるんですよ。ということで、まあ、現行のとにかくね、現行法でまあ行われる2019年度の試験までは、まあ、遠慮なく現行法の民法をね、まあ、出してくるというのが、まあ、交際員のね、考え方だと思いますので、ですのでね、まあ、ぜひあの2019年度の試験を受けるまでは現行民法はあのしっかりと理解をねして、おくのがいいんじゃないかと思いますね。でこれなんでかっていうとね、あの皆さんが試験を受かった後修習生になるじゃないですか。で修習生になると、まあ多分その時はあのあれだね、現行民法じゃなくて新しい民法になってると思うんだけど、そのね、事件が起きた時の法律が適用されることになってるんですよ。なんで皆さんが多分修習生になった時も、実際にあの取り扱う事件が、民法がまだあの新しい民法施行される前のね、要は今の事件とかであれば、現行民法を使って処理することになるから、だから知ってないといけないんですよね。だからまあこのままね、今の現行の民法がまあ続いてる限りは、当然そこのところであの取材されるというね、そういうような感じなんだと思います。おそらくまあ皆さんが修習生になった時に、ほとんど現行民法、あの新しい民法を施行されてても、多分多くの事件を裁判所なんか行ってもらう、大体過去の事件が持ち上がってくるわけだからね、そんなフレッシュな事件がそんなに来るわけじゃないから、まあ、大体現行民法の事件が多いと思いますから、まあ、現行民法で処理することになると思いますんで、まあ、そういう点では、ね、遠慮なくね、あのまあ変わってしまうようなところもね、遠慮なく出してるんじゃないかと思いますね。だけどまあ油断しないように、ね、しておいてください。あとはですね、あの設問2が所有権留保ですね。で所有権留保もね、あの、まあ、非典型担保物件、まあ、民法の名分にはないのでね、抵当権とかであの、ああいうものと違って名分にはないから非典型担保なんていうふうに言われてますけど、司法試験の過去問では結構品質なんですよ、所有権留保って。あの過去で言うと平成21年にまず出てますね。その後27年にも出て、で今回30年にも出てるんで、まあ3回出てるんですよね。だから結構出題頻度がまあ高いところになってますね。そしてあの最後の設問3は家族法のところなんですけど、まあ、家族法もね、やっぱ高齢化社会でいろいろとまあ相続問題とかその他いろいろね、家族関係も複雑になってますので、そういうところで、まあ、今ね、この社会の中で大事なところになってますからね。あと改正、今法改正の話がいろいろ出てますんで、そういうことでね、大事なところになってるから、まあ、出してるのかなっていう感じがしますね。で、まあ、今回この、採点実感のちょっと分析会はね、時間が限られてますので、まあ、特にあの皆さんが難しいだろうな、でもまあ将来の試験に役に立つだろうなっていう観点から、設問1の債権総論に関するところをちょっとご紹介していきましょう。もちろん論文試験でもまあ出る可能性、また出る可能性もあるし、あとは少なくとも担当試験でね、あの出ると思いますので、ちょっと設問1のところをやっていきましょう。でこの点ね、問題文の2ページのところをご覧ください。こちらね、あの松茸 5kg の売買、これが縦2のところですね、問題文ね、民法のところね、
民事系の第一問というところね。でその縦にのところですけど、松茸5キログラムを50万円で売買すると。でこれ当事者がね、物の個性に着目しないで、その種類と数量のみを指定して目的物を決めちゃってるんで、これ種類物売買なんですよね。でそういう種類物売買がされた時にね、最終的に何聞いてるかっていうと、問題文の下の方ですね、このページの下の方の縦9ですね、2ページの下の方の縦9を見てください。その後 B は A に対し本件売買代金、売買契約の代金50万円の支払いを求めました。売買契約やってるんでね、契約に基づいて、売買契約に基づいて代金支払い請求してるんですけど、 A は B が松茸 5kg を引き渡すまで代金は支払わないと述べたと。これ売買契約なんでね、総務契約で同時以降の公弁権言ってるんじゃないかと思うんですけど、A はね、 B が松茸 5kg を引き渡すまで代金は支払わないと述べたと。でこれに対し B は一度きちんと松茸を用意したのだから応じられないと反論したと。これ一回松茸ね、準備してね、で弁済の提供して、にもかかわらずですね、ちょっとこう受領地帯が起こってしまってね、でその受領地帯中に目的物が滅失してしまったと。物がね、特定した後にですね、種類物が特定した後にね、その物滅失しちゃったっていうところで、問題にしてるんですけど、ここでのね、最終的な次のページ、設問何聞かれてるかっていうと、この代金支払い請求ができるかどうかってことは、聞いてます。簡単なんです、設問の構造自体簡単です。3ページの一番上、設問1、事実1から9までを前提として、事実9の今ね見た事実9の B の本件売買契約に基づく代金支払い請求は認められるか、理由を付して回答しなさいということになってますね。でこれ同時以降の公弁が存続しているままだとね、普通にそれ行使されて、代金支払い請求拒まれちゃうんで、じゃあそこのところをどう考えていくかって話なんですけど、2ページの一番下のところでちょっと私が図を書いておきましたので、こちらをちょっと見てください。問題文の2ページのところですね。でこれね、この法律関係、権利義務関係をちょっと簡単にこう図にしたのがこの、2ページの右下のところなんですけど、まず B が A に対して矢印こうね、向けてますけど、丸1、まずね、売買契約に基づく代金支払い請求権持ってるんですよ。でこれを今回ね、根拠に代金支払い請求してますに対して、 A から B の方に向けてね、矢印書いておきました。これは丸2として、売買契約に基づく目的物引き渡し請求権っていう形でね、これが A の方が持ってる権利になりますね。で売買契約、総務契約なんで同時以降の公弁権がありますので、とりあえずね、代金支払い請求されたのに対して、一応同時以降の公弁で拒むことができます。ただこの後ね、左の方にちょっと矢印引っ張ってるんですけど、丸2がまずね、この今回種類物売買なんですけど、それが丸2が履行不能で消滅したかどうか、このところで不能で、種類物売買の場合は目的物が特定する前は、種類物売買の売り主ってすごく、重い責任を負うんですよね。もう無限の調達義務、市場から約束通りの、契約通りのものを調達してね、それを買い主に引き渡す義務っていうのを負ってるんですけど、でも物が特定すると以後それが滅失しても、その物自体を引き渡す義務は免れます。ただもちろんね、その物の引き渡しができなかったのが、そのね、既得事由に基づくものであれば、当然債務不履行に基づく損害賠償請求権に転嫁してですね、以後まだそのまま同時以降の公弁権残り続けちゃうんですけど、そういう問題はありますが、ただね、少なくても、このね、まず履行不能で消滅したかどうか、そしてこの次のところですけど、丸2が消滅したにもかかわらず丸1が存続するか、これ自分の既得性に基づいてやっちゃうとね、今言った通り損害賠償請求、損害賠償、債務として残ってしまうんですけど、場合によってはね、その、危険負担の534条2項が適用されまして、結局自分の既得事由によらずに目的物が滅失した場合に、その自分の債務だけ免れてね、反対債務だけ残っちゃうという状況になります。でそういう時に目的物の引き当て請求権、この図見てください。またその時、危険負担で目的物の引き当て請求権が消えてしまったら、あと何が残ります？というと、代金支払い請求権が残りだけが残りますよね。で対立する両債務がなくなっちゃうから、当然同時以降の公弁権もいらなくなっちゃうんですよ。損害賠償請求権に転嫁している場合はね、それとの関係で同時以降になりそうですけど、それでもね、ここのところは既得性なくしてですね、危険負担で消えてしまうと、ここのところでもう同時以降言えなくなっちゃうから、そうすると結局代金支払い請求権だけが残ると。でそうすると設問で聞かれてますけど、この代金支払い請求権が代金支払い請求ができるかどうかってことを聞かれてますよね。そんな感じのところが大枠なんだと思うんですね。でこれをもうちょっとこう理論的にね、ちょっと今すごく雑な話をしたんで、もうちょっと例えば理論的な話をするとね、ちょっとこの、すいません、字汚いかもしれないんだけど、こんな感じの図をちょっと書いてみました。このね、ちょっと記号ね、丸、カタカナで無って書いて丸囲んでるのはね、これ、債務者の略ですね、丸無。自分は受験生の時からね、こうやって略語を使って図書いてたんですけどね。でこの攻め、丸っていうのがこれ既得事由の略なんですけど、まずね、無の攻め、この青字のところだけちょっとね見ていくと、無の攻めなく目的物が滅失、で前提として種類物債権特定してることが前提ね、特定する前は無限の調達義務が出ちゃうんでね、ちょっと話が変わっちゃうんですけど、種類物の方が特定します、
そしてその後無の責めなく目的物が、まあ、滅失した場合、その後の処理がどうなるかって話なんですよ。で、債務者の既責性がないから損害賠償債務にはもう転嫁しないことになってきますよね。そうすると次の問題がこの、ね、534条2項そのまま適用すると、結局債務者の既責事由なくしてその、ね、目的物の引き渡し債務が、消滅しますと、この、ね、債権者主義、危険負担の債権者主義ということで代金債務だけが残るんですよ。これがここの事案の大枠になりますね。まず種類債権が特定したかどうかで、特定したとした場合に、それが、ね、債務者の既責性なくして、その目的物が滅失したということですね。既責性があるとね、ちょっとこの債務履行に基づく損害賠償債務として残っちゃって話が別になりますけど、債務者の既責性なく目的物が滅失したという話になった場合に、そうするとこの534条2項のね、一応こう適用要件を満たすことになってきます。債務者の既責性なくして、まあ、物が消えたということになると、でこれそのまま適用すると代金債務だけがね、危険負担の債権主義ということで代金債務だけが残ることになりますね。これがまず施行方法の大枠になります。でその中にいろんな債権総論の論点が組み込まれてるんですよ。まずこの今のね、無の責めなく目的物が滅失っていうところに関しては2つの論点があって、まずね、本件履行補助者を使ってますので、まあ、その履行補助者の故意過失の問題が出てきます。ですのでその債務者の既責性のところを検討するにあたっては、債務者自身の既責性だけではなくて、その履行補助者ですね、その人の故意過失なんかも見ていくことになってきますね。そしてさらにですね、今回その弁済の提供または受領地帯、まあ、弁済の提供と受領地帯ってね、法定責任説、この法定受領地帯の方で法定責任説に立ちますとね、弁済の提供と、受領地帯っていうのはまあ表裏の関係ということで、まあ、同じ要件と同じ効果がまあ出てくることになるんですけど、その弁済の提供あるいは受領地帯の効果として注意義務が軽減するじゃないですか。受領地帯や弁済の提供があるとね、事故の財産と同一の注意、本来だったらこのね、特定した後は全館注意義務を負うことになりますけど、まあ、受領地帯や弁済の提供があります事故の財産と同一の注意でね、いいわけですよね。でそういうのを踏まえてここで債務者の既責性があるのかどうかというのを見ていくんですよ、ね、履行者の故意過失も考慮した上で、さらに弁済の提供は、あるいはね、この受領地帯が認められたらその効果として注意義務が軽減しますから、まあ、そういう観点からその債務者の、既責性なくですね、目的物が滅したと言えるのかどうかというところを見ていきます。で仮にそれがね、そうなんだとしたら、次に534条2項を、そのまま適用を仮にしたんだとしたら代金債務だけが残りますから、そうするとほら結論どうなんですか。代金債務だけ残ったら代金支払い請求できることになりますよね。だからそれで答えが終わります。ただね、この534条2項って学説からすごく批判があって、それで今度新しい民法で削除されちゃうんですよね。なので、まあ、ここね、ここのところはちょっと問題意識を出してほしいということが採点時間に今回のやつ書かれてました。なんでここ仮に適用制限説に立つんだとしたら、この人たちとまた赤字で書いてあるんですけど、534条2項の適用を制限した場合は、例えばその目的物の引き渡しを受けたときに初めてその、ね、危険が移転するんだっていう形で、その、制限説に立った場合は、その場合もね、でも結局先にほら弁済の提供と受領地であったじゃないですか。だからその効果として結局危険が移転するんですよね。なんで、まあ、そういう形で結局代金債務だけが残ることになってきます。だから、まあ、こちらで534条の2項を適用しようが制限しようが結論は一緒なんですけど、ただ何をどのね話をどこで書くのかっていうところが違いが出てきますので、そこのところを気をつけてほしいので、これが分かってるとね、ここがすごく読みやすくなります。この今15ページのところを開けてるんですけどね、採点時間の15ページのところなんですけど、この、括弧1のあの1個目のブロックと、あとこの15ページの一番下のちょっと長めのブロックですね、ここが今の理解ができているとすごく読みやすくなります。ちょっと見ていきましょう。まずね、設問、括弧1の設問1についてのあのところですね。設問1の全体的な採点実感というところですが、設問1において、論ずべき事項はこれを大きく分ければ、これはまずね、種類債務の丸1、種類債務の特定の有無、そして丸2、危険負担、括弧534条2項の適用の有無。で、その今、ほら、危険負担に関してはちょっと論点広がりますよって言いましたけど、丸3の危険負担における債務者の責めに帰すことができない事由の有無の判断であり、で、その丸3についてはさらに、履行補助者の、過失、および弁済の提供、受領地帯で、この受領義務違反というのはね、受領地帯の法的性質について通説、今の、ね、現行の通説の法的責任説ではなくて債務履行責任説に立った場合はこういう言い方をするだけの話なんですけど、まあ、いずれしろその効果としてですね、その債務者の目的物の保管義務の軽減ね、特定した後は全館注意義務を負うんですけど、まあ、それが認められると注意義務が軽減しまして、事故の財産におけるのと同一の注意で足りるわけなんですが、そういう、ね、軽減、
ですね。で、軽減後のまあ義務の内容ね、まあ、事故の第三の同一の注意が具体的に本件ではどういう内容になってて、じゃあそれ本件満たしてるのかどうかっていうのもちょっと具体的に検討しますけど、それからあの最後のね、この対価危険の債権者の移転っていうのは、あのさっき最後にご紹介したね、534条2項、あの制限しない場合に、あのこれがポイントになってきますね、最終的にね。制限されなくてもね、結局重要地帯や弁済の提供の効果として危険が移転するんだという形になってきます。というわけでこれね、あのインプットの段階で実はこれ全部要件と効果をバラバラに覚えていかなければいけないことなんですけど、それをね結局この事案に合わせて何をどの順番で書かなければいけないのかということを組み合わせていかなければいけないんですよね。というわけで債権総論ってあのこういう試験なんですよ。まあ新しい民法になってね、534条2項がなくなったとしても、基本的にはあのほら他のところの制度いろいろ残りますからね、まあ、こういう形であの事例をね処理していくことが必要になってきます。で同時に最後のブロック見てください。15ページのところですね。今の私の話が、ね、あの理解できているとここすごく読みやすくなります。上記丸2についてはね、まあ、危険負担のところなんですけど、上記丸2に関してはまずもってほら種類債務が特定をし、でその後特定した目的物が滅失したというケースについては適用法上はね、まあ、これは当たり前の話なんだけどね、534の1じゃなくてあの2項になります。あのこのね種類債務が特定した場合ね、最初から特定物債権の場合は534の1項なんですけどね、種類債務が特定した場合は、まあ、お隣の2項が使われると。で、まあ、こんなところはどうでもいいんです。あのこんなのはもうできた当たり前だからね。で肝心ならその下のところですけど、危険負担の債権者主義、ちょっと数字のところね、危険負担の債権者主義を定めた規定である民法534条についてはね、かねてより立法論的な批判が極めて強くね、その適用範囲を狭めるためね、まあ、今回の事案でいうと多分あの目的物の引き出しを受けた時に初めて移転するみたいな感じで狭めていくんでしょうけど、まあ、適用範囲を狭めるため、これを制限的に解する見解が有力だと、まあ、この見解に従った答案はまあ少なかった。まあ、別にどっちでも怖いいんだと思うんですけどね、まあ、でもその後の事例処理はさっきご説明した通り、多分結局危険は移転するんだと思います。あの根拠は違うけどね、まあ、最終的にあの危険が移転するってことになっちゃったと思うんですけど、まあ、いずれにしろこのところを、ね、まあ、ちょっと触れてみたもらいたかったみたいですね。まあ、しかし状況のような問題状況を踏まえれば、ね、この見解に従わず、道場の文言に忠実な立場を採用するとしても、ね、その適用範囲を制限する必要がないのかどうかについて検討を加えるのがまあ適切だということね、条文通りやるんだとしても、まあ、一応検討を加えてもらいたかったというところになります。でこのあと最後直書きのところですけど、今度上記丸三に関わることね、これあの危険負担の判断するとき の債務者の既得性の話ですけど、民法534条文言通りそのまま適用するという立場を採用しながら、でさっきほら私場合したけど、これ534そのまま適用したら、あの弁済の提供とか事業地帯の効果として危険の移転を導き出さなくてもいいんですよ。でも関わらずやっちゃったっていうのね。だから結局債権の各制度の相互関係が分かってないから、多分こうね、あの無駄なことを書いちゃうってことになると思うんですね。弁済の提供や事業地帯の効果として対価危険の移転を論ずる答案があったんだと。しかしね、この立場を採用した場合、道場の効果として別に対価危険が買い主を負うことになるからね、まあ、危険負担のもう効果として債権主義になっちゃうんで、別に重ねてね、事業地帯や弁済の提供の効果として危険負担が債権主義になるんだと言わなくてもいいんですよね。でこれやっちゃうってことは、多分各、その制度の要件効果関係のところが、まあ、十分理解できてなかったんじゃないかと思います。で、まあ、もう一回じゃあちょっと確認しますと、この大雑把な図ですね。まずね、この種類物売買松茸5キロということでね、まあ、当事者が物の個性に着目してませんので、まあ、特定物ではなくて、その種類と数量のみを、ね、指定しているということで、まあ、種類物売買になると思うんですけど、まずその種類物売買が特定するとね、以後ね、特定後そのものが消えちゃうと履行不能の問題になってくるんですよ。まあ、逆に特定する前はね、無限の調達義務を負いますので履行不能という問題出ませんが、このね、特定をすると履行不能という問題が出てきます。でその時にですね、この債務者の既得性があるかどうかっていうところで、既得性があるとさっき言った通り、あの債務不履行に基づく損害賠償債務としてその、ね、引き渡し債務が転嫁して、まあ、残って、で以後同時以降の関係になりまして、で、まあ、ちょっと細かい話になるんでね、ここ聞き流してもらえればいいんですけど、あの同時以降の公弁権があるときに、あの自分の債務履行するときにね、あの契約解除するときは1回弁済の提供すればいいんだけど、反対債務の履行を求めるときっていうのは、履行上の権連関係を、ね、維持する公平の観点から、履行上の権連関係を維持する観点から弁済の提供を継続、まあ、していかなければいけないんですよね。まあ、そういう点でちょっといろんな問題が出てくるんですけど、まあ、そういうところはちょっと、まあ、あまり、ね、気にせず、とりあえずこの債務者の既得性なく、ね、まあ、目的物が滅失した場合、この場合ね、534条2項をそのまま適用すると、ほらさっき言った通り、あの債権者主義になるんで、代金債務だけね、その買い主の債権者、目的物引き渡し債務との関係で、あの債権者債務者が決まるんでね、その債権者である、その買い主の方が危険負担するということで、この代金債務だけが、まあ、残るんですよ。買い主お金払わなければいけない状態になってきます。でこれが大枠ね、この今3点、
主流物債権の特定があったかどうか、そして債務者の既定性なく目的物が明示したどうかかどうか、そしてそれを、ね、534条にこうそのまま適用すると代金債務がだけが残ったと、ここが大枠になります。でちょっとね、いろいろ論点が付け加わってくるんだけど、そもそもその債務者の既定性のところで、今回は債務者自身のところはまあ既定性がなさそうでね、履行保持者のところにまあその既定性がありそうなんで、まあ、履行保持者の声かですね、これを債務者の解説と同時できるのかどうかという問題、そしてさらにそれが同時できるんだとして、今回の弁済の提供と受領地帯ですね、この要件を満たす状況になっておりますので、その効果としてその注意義務の軽減というものが、ね、認められることになってきますね。そうするとここで債務者の既定性の有無をどう判断するかといったら、それはもう結局その自己の財産と同一の注意に対するね、自己の財産に対するのと同一の注意をしてたかどうかというところを事案に即して判断することになっていきます。そして、そこの論点クリアした後にね、それでもまあなおね、その債務者の既定性がないっていうことになって、じゃあ今度ね534条2項をねそのまま適用したんだとしたら、もうその時点で代金支払い請求できるところが確定してるんで、それに加えて、さっき俺やっちゃいけないよって言われてることですけど、加えて弁済の提供や受領地帯の効果として危険が債権者に移転したってことを書いちゃいけないんですよ。で逆に、534の2項をそのまま適用しない場合は、このね別途加えて弁済の提供とか受領地帯の効果として危険が移転したんだということを言って、で最終的にはまだ代金支払い請求できることになっちゃうんですけど、まあ、事案全体見た時にやっぱ妥当ですよ、ここのところどっちがこれね公平なのかっていうのは後で事案しっかり見てもらいたいと思うんだけど、まあ、結論的に事案のね妥当的な解決が剥がれるんじゃないかっていうふうに思ってますね。一応前今同時履行の公弁権の話しましたけど、16ページのですね、1個目のブロックの最後の段落ですね、以上のほかっていうところだけど、同時履行の公弁、これメイン論点ではないから、ここなかなか書かないようにね気をつけておいてもらえればと思いますね。まあ、前提ですね、そのね事案処理する時の、その当事者の主張を見てるとね、あなんか同時履行の公弁権主張して代金支払い請求権、代金支払い請求拒んでるなっていうことでね、まあ、それにちょっとこう気づく時に使うぐらいで、ここのところで本格的にこういう話をすることが求められてるわけじゃありませんからね、まあ、そこは十分、気をつけてもらえればと思いますね。で債権総論でとにかくこういう問題なんですよ。なんで日頃インプットで、まあ、各ね債権総論の要件とか、まあ、効果、まあ、履行地帯に基づく損害賠償請求権とかさ契約解除とか、まあ、その他いろんな制度が、まあ、ありますけど、まあ、覚えてると思うんだけど、結局事案に即してね何をどの順番でそのねどの効果を今回求めてるのかどうかとか、そういうのを意識して何をどの順番で書くのかっていうのを、組み立てていかなければいけませんので、まあ、実は結構これ使いこなせるにするのは結構大変なんですよね。なんでまあそういう観点からね、まあ、ちゃんと日々の勉強をね励んでもらえればと思いますね。これが債権総論に関する問題ですね。であとは設問2の、まあ、集権留保の話と、設問3の家族法のお話はちょっとこの時間の都合でね割愛ということですね。さてでさっきお約束していた商法、これはねちょっとこう同じ論点は出なさそうなんだけど、そのね採点基準をこうちょっと推測するのにすごく役に立つんですよ。あとにかくね司法試験の、法っていうのはもうキーワードになるような事実っていうのが問題文の中あって、それをどんだけ拾ってそれをどんだけ適切に評価したのかどうか、そこで点数決まるんだろうなってことが結構丁寧にね分かりやすいようにこれ商法の先生書いてくれてますんで、こちらをちょっとご紹介していきましょう。ではですね22ページをご覧ください。平成30年のね、こちら民事系の第2問ですね。これ商法になります。でまあ、一応ちょっとねそこに行く前にねまず大雑把全体的な話なんですけど、22ページの比較的上の方の縦に採点方針とねこの採点実感というところを見てください。で採点方針のところなんですけど、特にねこの括弧1の2段落目のところですね、その際にっていうところなんですけど、論点について過不足なく記述がある答案や、まあ、これ実際こんな答案なかなか作れないと思うんであまり気にしなくていいですけど、ここです。記述に多少の不足があっても総じて記述が、まあ、論理的である答案とか制度の趣旨などに照らして条文を解釈している答案、そして事案に即して具体的に検討できている答案ね、これが高い評価、まあ、実際でもっとね過去問遡って採点実感見ていくと、もうちょっとはっきり具体的に書いてくれてるんですけど、多少ね主要な論点を落としちゃっても、まあ、取り上げた論点ね、その、まあ、もちろんその事案の中で問題になるような事実関係がたくさんあるような論点を拾わなければいけませんけど、そのね多少論点を落としちゃってもその事案の主要な論点をねちゃんと処理できてれば、まあ十分優秀な答案になるんだってことを結構ね過去の採点実感で書いてくれてるんですよ。でまあ現に多分完璧主義っては無理だと思うからね、まあ実際そういうところで特にこの事案の処理に大事な論点っていうところで、その大事な論点っていうのは結局問題文にですね問題文しっかり見てその論点を処理する事実がどれだけあるかってところで事案ごとに今判断していくんですね。インプットのテキストのだから一般的なその論点の重要性
違うんですよね。その事案を処理するのに大事な論点ということになるんで、今回だったら例えばほらこの会計帳簿の閲覧請求権が設問1で出てるんだけど、一般的なインプットの話でさ考えたらさ、例えば会社法って他に大事な論点いっぱいあるじゃないですか。例えば423条の、ね、任務形態責任とか429条の第三者に対するその、ね、役員の責任とかいろいろあるんですよ。でそういうのと比べたら当然会計帳簿の閲覧請求権というのは重要度は下がるんですけど、でも、こういう今回の設問1というその事実関係を見たときに、会計帳簿閲覧請求権がもろ出てますよね。でそういう中でその各、ね、条文に照らした時のこの要件に関係するような事実がたくさんあれば、そこのところがその事案を処理するのに大事な論点になりますから、そういうところをしっかりと書いてあげると。だから一般的なインプットの、ね、その重要さと、その論文の事例を処理する時の重要さというのは多少こう違うところがありますんでね、とにかく問題文にしっかり、ね、食らいついて、具体的な論述を心がけるというのが、合格に近づく、道なんだと思います。でそういう感じのところですね、ここをしっかりと、意識してもらえればと思いますね。そしてですね、この会計帳簿閲覧請求、まず全体的な話ですと、22ページの括弧に設問1についての全体的な採点実感の1個目のブロックを見てください。設問1は会計帳簿の閲覧の請求の理由と、請求者の言動などから認められる当該請求の目的とが異なる場合や、請求者が会社の業務と同種の事業を営む別の会社の株式の全部を保有する場合に会社が当該請求を拒むことができるかどうかですね、その閲覧請求権の、拒絶事由のことですけどね、そこの理解を問うんだということになってます。で特に請求のところはその後で読んでいてもらうとして、拒絶事由のところすごく事情がいっぱい書いてあるんですよね。それは23ページのところですね。23ページの、ちょっと中途半端なところなんですけど、2行目のところですね。23ページのすごい上の方ですね。同項1行の拒絶事由ってなってますよね。でちょっと角張った格好でちょっと要件入れときました。私の方でね、皆さん多分これ見慣れてないんじゃないかと思ってね、入れときましたけど、これは請求者がその権利の確保または行使に関する調査以外の目的で請求する場合、これは会社の方がね、閲覧請求、株主からの閲覧請求を拒める事由なんですけど、それに該当するか否かを検討するにあたっては、でここからね、この要件に関係しそうな事実関係がたくさん挙げられてます。これがね、このキーワードなんですよ、この問題の。なんでこのキーワードを自分でね、ちゃんと問題文見抜いて、この条文に関係、この要件に関係ありそうな条文見抜いて、これどれだけ適切に抽出して評価をね、この要件との関係で意味付けできたかによって、これで点数が決まるんだと。でこれが結構具体的に事実をね、書いてくれてるんで参考になるのかなと思いますね。例えばですね、この2行目の途中のところですが、 D が株主の権利の確保または行使に関する調査の目的ではなく、単に D 保有株式を A に買い取らせる目的で当該請求を行っていると認めることができるかどうかについて、 A が仕入れ先からリベートを受け取っている疑いが、あるため、 A の取締役としての損害賠償責任の有無を検討するために必要であるとして会計帳簿の閲覧を請求していると。これ事実だけ挙げられてます。評価は皆さんが考えなければいけないんでね、評価まで書かれてないですけど、でもこのキーワード、少なくともこの事実を取り上げなければもう点数くんないよっていうような、そういうキーワードのような事実を挙げてくれてますからね。そしてまた一方でこの反対利益ですね、逆の方向に評価する事情もあります。自分は後者に対し興味を失っており、 A がリベートを受け取っているかどうかなどは本当はどうでもよいと述べた上で、A が D 保有株式を買い取ることを求めていることなど、D の言動等の事実関係を適切に評価しておいて、説得的に論じたと。で以後、その下も次の段落3号自由のことも結構やっぱ具体的な事実を挙げてくれてるんで、こんな感じでね、これ商法すごく優しくて、こうやってキーワードになる事実を挙げてくれてるんですけど、どの科目もこうなってるんですよ。思考試験ね、必ず、その問題文の中にキーワードになる事実がありますから、だから抽象的、事案離れて、なんか既存の知識だけでね、なんか事例を適当に処理しようとしてもいい点数もらえませんから、ちゃんと、論点を発見して、でそこに関係しそうな事実を、ちゃんと拾い上げて適切に評価して、それで点数を、稼いでいくというね、そういう意識を持ってもらえればと思いますね。というわけで、商法に関してはこんな感じでね、ちょっとこう参考になることが、こういう観点でね、このちょっと採点時間参考にしてもらえればと思いますね。キーワードのある事実が わりかし分かりやすく受験生の方に提示されていると。他の科目もね、ここまでやってくれればいいんだけどね、ちょっと不親切なところがありますよね。そこまでやっちゃうとあれなのかな、でもね、やってくれてもいいと思うんですけどね、ちょっと他の科目はなかなかやってくれないですけど、基本的にはこういうね風になってます。さて、で今度はですね、今度民訴法の方行きましょうか。33ページを見てください。で民訴法に関しては今後役に立ちそうなちょっと基本知識をここで確認しておきましょうかね。結構大事なところが出てますので、ちょっと今後役に立ちそうな基本知識をこの採点実感からちょっと読み取っていきましょうか。33ページのとこですね。でちょっと全体的な話になるんですけど、33ページの縦行きのとこですね、これ1個しかブロックないんですけど、毎年ね、こういうところが採点にあたってすごく重視されてるってことが書かれてます。
2段落目のところですね。本門においてはやっぱ、ね、例年と同様、もう毎年同じことを受験生に、ね、教えてくれてますからね。例年と同様、丸1、民事訴訟の基礎的な原理原則をいや概念を正しく理解し基礎的な知識を習得しているかどうかで、特に丸2が大事なんだけど、それらを前提として設問で問われていることに、ね、的確に答えているかどうかっていうのをこれ毎年言われてるんですよ。でこれの、ね、深い意味っていうのは過去問どんどん遡って採点実感読んでいくと分かってくるんですけど、特にね民訴法って論証パターン集、民訴法の先生って論証パターンをものすごく毛嫌いしてるのはっきりこう出してくる科目であります。でそういう時にある論点を処理する時にさ、そう何もね事案分析しないでその論点貼り付けてさ、であとなんか適当に形式的になんか算数で答え出すかのようにね、数学の公式当てはめて答え出すようなことをやるの、あれがすごくまあ嫌いで、そういうことができない問題にあえてしてるんですよ。でそういうことができないようにするにはどうしたらいいかというと、結局ね基本的には例えば重要な論点、一般的には重要な論点だとしても設問の、ね、形を複雑にするのね、誘導してこういう観点から答えてくださいということで、まあ、インプットの知識で、まあ、学ぶような、ね、論点を聞くにあたってもそのまま素直に聞いてくれなくてね、問題文会議録、まあ、会議録みたいな形で行政報道本格的なものじゃないですけど、実際に弁護士と修習生の会話とか裁判官と修習生の会話みたいな感じで、まあ、行政法の問題みたいにね、こう会話文の中でね、その設問の方向性誘導してきますね。なので、まあ、その誘導に沿ったような形で、まあ、日頃勉強している論点を組み直してですね、まあ、何をどの順番で書くのかどうかということと、場合によってはその求められることに対して、まあ、こう適合するようにね、ちょっと規範を変えてみたりとかしてですね、そういう形でこうね、答えを出していかなければいけないようになってますね。というわけで民訴法はかなりレベルが高いことを実際受験生に求めておりますのでね、まあ、そういう観点からしっかり基礎的な理解を固めてですね、でやっぱ過去問演習が一番大事ですね。過去問演習しっかりとやってもらえればいいのかなと思いますね。とにかくまあ行政法と一緒でちゃんと正面からね答えていくという感じね。だから結構ねやっぱ受験生難しいと思うのは行政法と民訴法なんでしょうね。おそらくその会話文でいろいろ誘導されて答えはねいろいろ誘導されて、まあ、いくんですけどね、まあ、なかなかそこが素直じゃないところがあって、本質的なところが分かってないと、その誘導にうまく乗ってね答えられないところがあるんで、おそらく、行政法と民訴法はこれ受験生は苦手意識を持ちやすいんだと思うんだけど、でもまあちゃんとね基本知識を、しっかりとインプットしてその設問の形式に慣れてくればね、まあ、そういうことをやってない人と比べるとマシな答案書けるようになって、そしてまあ結局ほら受験ってのはもう順番で受かっていくわけだから100点満点なんか取んなくても受かるわけですから、まあ、ぜひね諦めずにですね、その訓練をしていってもらえればいいかなと思いますね。で今度、縦に採点方針というところを見てください。まあ、これも1個しかブロックないんですけど、まあ、採点方針ね、基本的にはね今の上の丸1から丸3の観点をね重視するんだと。で本年においても、まあ、ずっと毎年同じことをね教えてくれてるんだけど、問題文中の登場人物の発言等において受験者が検討し回答すべき事項が具体的に示されていると。そのため答案の作成にあたってはね問題文において示されている検討すべき事項を適切に吟味し、これをやんなきゃいけないから大変なんですよね。そのまま事前に覚えた論証集を貼り付けてね、規範定律したぞやったぞで当てはめだってそんな風にいかないんで、ちゃんとねその誘導に乗って何を聞かれてるのかっていうのをこう考えなければいけませんね。というわけで検討すべき事項を適切に吟味し、で、そこで含まれている論点を論理的にねちゃんと整理して、でほら論述すべき順序、ね、や相互の関係も考慮する必要があります。まあ、行政法もこうなんですけどね、結局ねああいう長い会話文が出てきてね、いろいろとこう検討課題をこう出してくるような問題っていうのは全部こういう感じなんですけどね、そして事前に準備していた論証パターンをそのまま答案用紙に書き出したり、まあ、これで処理できるようになっちゃったら新しい制度に司法試験をね新しい制度に変えた意味がなくなっちゃうんで絶対許さないはずなんですよ。昔の旧司法試験っていうのは問題文が短くて、まあ、ある意味それがねパターン化された答案がずっと出てくるようになっちゃったから、それはまずいなということでそれで制度変えたんだね。でまたこんな形で論証パターン集を貼り付けただけで処理できるような制度に戻しちゃったら、こんなもう大体的にみんな迷惑してるでしょ、こんな制度にされちゃって、まあ、これちょっと言い過ぎかもしれないけど、まあ、いろいろね、まあ、この制度大変なことになっちゃってますけど、まあまたこれでね元に戻っちゃったら、まあ、身も蓋もないわけなんでね、まあ、元に戻らないようにはしてるんだと思うんですよね。というわけで、まあ、今後もこういう出題傾向続くと思いますのでね、まあ、そのまま論証パターン集貼り付けられないように深い、ね、理解、しておくようにしておいてください。さてであとね内容面のところちょっと触れてきますと、今回の債務不存在確認訴訟が出てまして、でそれとその二重起訴の禁止との問題が聞かれてますね。でちょっと債務不存在確認訴訟のところ苦手な方がいらっしゃるんじゃないかと同時に、別にそれがメイン論点になくても今後の試験でですね、まあ、別に翌年出てもおかしくないぐらいな感じでね、別にそこでいろんなネタにこう応用することができるものですから、ちょっとこの採点時間通じて、債務不存在確認訴訟の基本を確認しておきましょう。34ページご覧ください。括弧に設問1についてっていうところですね。で、課題括弧1の採点実感っていうところになります。でこれここ開けたままちょっと問題文を見てもらえますかね。ちょっと図を書いておきました。私のレジュメの方ですね、こちらですね、
2ページのところです。あ、2ページってもわかんないですね、失礼しました。民事系科目第3問ね、すみませんね、投資番号ついてないんですね、申し訳ないですけど、まあ、広報系、民事系、刑事系の順番になってますけど、民事系の、ね、第3問のところが民事訴訟法になっておりますので、こちらをちょっと、開けてもらえればと思いますね。で、今回の事案をちょっと大雑把にですね、私のこの、ね、問題文の図を使って説明いたしますと、2ページの、ね、比較的上の方に、ね、事例って書いてあって、で左側の方にちょっと私の、ね、ちょっとこう図、私の書いたちょっと図があるんですよ。まず A と B と C って3人が出てきます。で B と C はね、共同不法行為の加害者なんですよ。で A が被害者っていうことになってきます。だけどそれ分かるように、まあ、B と C との方ね、それぞれの方 A に向けてちょっと矢印書いて、で不法行為って書いておきました、まあ、B と C がね、共同不法行為で、まあ、A に被害を与えているという状況になってます。でそんな中で損害の額について争いがこう出てきてしまってね、でそこで今度その下の方ですね、また私の左端の方の図を見てもらいたいんですけど、その加害者の方の B が落ち地帯に先に、ね、債務存在確認訴訟をまあ起こしたんですよね、まあ、債務のまあ一部の存在確認訴訟なんですね、まあ、被害者の方は全部で400万の損害があるというふうに言ってるんだけど、こちらの、ね、加害者 B の方はそんなに損害ないだろうということでね、まあ、150万ぐらいのところはまあ認めるけど、そこを超えた、ね、400万と150万円のところは認めないということで、その辞任額を超える部分のところの債務存在確認訴訟をまあ提起しているという状況になってます。でそんな中でこのね、今度この2ページの右下の図ですね、今回訴訟物関係がどうなってるかって話なんですけど、この数字0円から400万円までのちょっとこうね、数値が分かるようにちょっと矢印で書かせていただきました、まあ、左から右に向けてね、矢印書いて、一番左が0円で一番右側が400万円、これマックスの損害額です。で今回、この加害者の方の B さんは150万円は認めてくれてるんですけど、150万超えてね、400万のところ、そこのところをまあちょっとこう否認してるっていう状況になってますね。でそこで、このね、150万と400万の間のところですね、要は250万円の部分のところの不存在確認を求めて、それでね、訴えを提起しているというふうに状況になってます。で債務不存在確認訴訟の訴訟物なんですけど、基本知識なんですけどね、債務不存在確認訴訟っていうのは給付訴訟、その、ね、問題となっているその債務、まあ、これ逆にすると今度債権者の方ってさ、給付訴訟を起こせるわけなんですけど、その給付訴訟と表裏の関係、まさに裏表の関係にあるということで、訴訟物ね、完全に同じなんですよ。そこがまず基本的な理解ということになってきますね。だから仮にその債務存在確認訴訟で起こされているものを、今度債権者の方がね、債務存在確認訴訟っていうのは債務者の方がまあ起こすものですけど、今度逆に債権者の方がそれを給付訴訟という形で訴え提起をした場合は、その訴訟物が完全に同じものになっていきます、まあ、そこのところのまあ理解が前提になりますね。で今度そんな中 で、 ですね、次のページなんですけども、今度ですね、この債権者の方からね、今度給付請求してきます。3ページのところの、図左の方に3つあるんですけど、2個目の図ですね、課題括弧1ってやつなんですけど、今度 A の方がね、その B に対して、まあ、B と C 両方ね、共同被告として、まあ、訴え提起するんですけど、特にまあ B との関係ではこの400万円の給付訴訟を、やってます。そうするとさ、訴訟物が被るところがあるんですよ。さっきのね、債務不存在の一部確認訴訟の場合って250万円のところ、要は400万円上限として150万のところ辞任してるから、そこの差額のところの250万円 の、 その損害賠償請求権ね、そこのところが前訴の訴訟物になってます。でその訴訟が継続している中、今度マックス最大400万円のところを、まあ、給付訴訟を、まあ、してるんで、そのね、前訴の方ですで、に継続している訴訟の方で訴訟物になっている250万円の給付請求権の部分と、これ重複したんですよね。なんで、まあ、そこのところが二重起訴になってくるということになってますね。なので、まあ、そこのところをね、ちょっとこう、ちゃんと分析的に考えてもらいたかったと。で採点時間にいろいろ悪い例で、この 数値的なところをなんか無視してね、なんか全体的に適当に二重基礎にしちゃったりとか、まあ、そういうのやっちゃったんだけどね、まあ、それは良くないよということでね、ちゃんと数値を見てほしいということが書かれてますね、まあ、ちょっと、これで採点時間を見てみましょうか。34ページのところですね、34ページの括弧に設問1についての、あのところの、2つ目のブロック、まあ、長いちょっとブロックなんですけど、そしてっていうところを見てください。そしてっていうのはね、そして課題1ではその前提として B の訴えの訴訟物を明示することが求められていると。これは先のね、最初のやつです。債務存在確認訴訟のことですね。でこれを損害賠償債務の不存在や損害賠償債務の不存在請求権とするなど、まあ、正確な理解を書く答案が少なくなかったと。でまた、点線引いてあるところ、 B の訴えにおいて確認の対象とされていない150万円以下の部分が訴訟物となるかどうかについて意識がされていないものもあった。これ悪い例ですね。で今度次の段落、次に A の訴えが先行する B の訴えとの関係で重複起訴の禁止ね、民訴法の142条に抵触するのではないかという点を検討する必要があると。で2行したのまずってところですが、
B の一帯の訴状副本が A に送達されており、事件が裁判所に継続していることを指摘する必要があるんだと。で次の行、次に、重複起訴の禁止の趣旨を踏まえつつね、同条のさらに訴えの提起の意義についてね、でこれ基本知識で覚えとかなきゃいけないやつだけど、事件が同一かどうかっていう基準でやりますね。でそれは当事者と訴訟物それぞれね同じかどうかってことを見ていきますね。でこれも基本知識になったらここに書いてくれてないけど、当事者の同一性っていうのは単純にその原告と被告が誰なのかっていうところを形式的に見るんじゃなくて、債務不存在確認訴訟の場合は例えば前訴で今回債務不存在確認訴訟の方って被害者の方が原告になってますよね。で今度誤訴の方は今度被告になってるんですけど、そこで形式的に原告被告ってことで違う、そこで当事者が違うっていうに見るんじゃなくて実質的に見ていきます。でそうすると前訴と誤訴ってほら訴訟物被ってるところがあって、完全にほら同じものをねある意味そこの部分に関して争ってることになってくるから、形式的には原告と被告が前訴誤訴で入れ替わってるんですけど、それでも当事者が同一と言えるんだと。結局同じ訴訟物に関してね、前訴こそで争っている限り、その矛盾判決の防止っていう142条のね重複起訴の禁止の趣旨が妥当しますから、その事件の同一性の中でもその当事者の同一性というのは柔軟に、その趣旨を踏まえてね、解釈していく必要があるわけですよね。そこも全部基本知識ね、ちゃんとインプットの段階でやっとかなければいけないんですけど、そういうところをねちゃんと分かっていればここのところが読めるんじゃないかと思いますね。だけどいずれにしろ原告被告前訴後訴でね入れ替わっちゃってるんですけど、当事者訴訟物それぞれ同一であることをね意味することをね指摘する必要があるということになってますね。でその後に点線引いてあるところですね、こう悪い例です。しかし A の訴えが B のほか C もね被告とするものであることを理由として、当事者が同一ではないとするなど、これ比べる対象が違いますね。これ AB 間を見なければいけませんからね、そこの C のところは見てもしょうがないのね、訴訟物全然違うんで二重起訴の問題になりませんから、 AC 間はね AB 間のところだけ見ていかないとね、訴訟物が同じところだけ見ていきますんで、というわけでね、A の訴え、しかしね A の訴えが B のほか C も被告とするものであることを理由として当事者が同一ではないとするなど、重複起訴の禁止の趣旨をね正しく理解していないことが伺あると。同じ訴訟物に対する判断でね矛盾した判決されるのを防止するのが142条の趣旨なんだから、当事者が完全に C ってことで変わっちゃったらいいんですよ。その矛盾判決の恐れなんかなくなっちゃうわけだから、142条の問題なんかなんないわけですよね。だけどこれ全部基本知識ですよ、こういうところね全部ね。でその後また訴訟物については B の訴えにおいて確認の対象とされていない150万円以下の部分が訴訟物とはならないことを前提とする場合にはね、これ一般的な見解なんだろうこれでいいです。自認額のところ訴訟物にならないんでね、債務存在確認訴訟はね、その場合は B の訴えの訴訟物と A の訴えの訴訟物とが一部の実がね、重なるものであることを指摘する必要があるということね。これ一般的な見解なんで、逆に言うとこれ以外の見解立とうとしたら相当理由書かなきゃいけないから、その無駄なことしない方がいいですね。ここのところはね別にそこ争点になってるわけじゃないから、これでやっとくといいと思います。それから、2行ぐらいしたらまた線引いてあるところなんですけど、このような金額の差異を意識しながらそれのみを理由としてね、これ本当に雑な思考ですよね。その金額が前訴こそで違うってだけでさ、訴訟物が異なるので重複訴の禁止に反しないで、これは問題外の答案ですね。そんな感じでね、訴訟物が重ね合うことはね無視すべきではないということが指摘されてます。その他いろんな論点のこと書かれてるんですけど、この授業ではね今回これぐらいのところにしていきましょう。債務不存在確認訴訟っていうのはいろいろこうテーマをね変えていろんな論点にくっつけることによってこう応用範囲が広がりうるところでありますのでね、ちょっとこの事案を通じてねちょっと債務不存在確認訴訟のところを理解深めてもらえればいいと思いますね。特に訴訟物ね、給付訴訟とは表裏の関係にあるんだと、もう全く同じものなんだというところね、とにかく裏表の関係なんだっていうところ、そこが基本知識で、そこから全てね考えていくことになりますので、そこを忘れないようにしてもらえればと思いますね。表裏の関係に立ってるんだよという話ですね。じゃああと今度ですね刑法の方行きましょう。42ページになりますね。42ページ刑法で、刑法に関してはまずねここ開けたままにして問題文見てください。ここ大きく傾向変わりました。この従来の、ね、問題と、比べるとね大きく傾向が変わりました。で、その理由も分かりやすいんでね、ちょっとそこもちょっとお話ししようと思うんですけど、問題文刑事系の第一問のところですね、私の手書きのいろいろねメモが入ってるやつですけど、ちょっと刑法の問題のところ開けてください。でそうするとね、今まで刑法の問題っていうのは長い長文の問題一つ出して、でそれで公の在籍とか乙の在籍兵の在籍とかっていうのを論じさせたんですけど、今回の司法試験の問題から第一問っていう形でね、そこは刑法っていう話だからいいか、第二問が刑訴法でね、でその後事例1事例2っていう形で、で
事例1のところでまず設問1っていうのがあるじゃないですか。そこでまず話終わってるんですよ。でその後事例2っていうのを出して、で設問2で、その中になんか一見ね、一見小問っぽいんだけど、実はこれね、全体的に見ると小問じゃなくて、もうカッコ1とカッコ2に触れつつね、じゃあ最終的にこの走り書きのところを、答えさせるような問題なんですけど、まあ、でも設問2、そして、まあ、設問3っていう形になってます。だけど従来の司法試験はね、一つの長い文、出して、でこういう形で、まあ、設問1、設問2、設問3で分けてなかったんですけど、そこをね分けるようになったところが、まあ、大きな違いになってますね。と同時に従来の司法試験ではですね、まあ、事前にその刑法のそれぞれの論点に関して自分がね立つ立場を、まあ、論証かなんかを覚えて、まあ、いれば、あとは問題文分析して、あ今回この論点のことが問題になってるなっての分かったらさ、もう事前に覚えてる論点貼り付けて、であとその、ね、貼り付けた論点にこう当てはめをして、でその罪責がその犯罪成立するかどうかとかね、正当防衛が成立するかどうかという形で、まあ、やって終わってたんですが、今回の司法試験が大きく変わったのは、いろいろね、こうその人の在籍を論じるにあって、こういうことに触れてほしいんだってことで誘導がされるようになったんですよ。その結果、事前になんか自分が覚えてたことだけをそのまま使って処理することができないようになりました。なのでこの点、要は他の科目と一緒なんですよね。憲法とか行政法とかも、やっぱほら、そのあらかじめ自分が決めた見解だけでもともと処理できないじゃないですか。その基本的な知識、いろいろ深いことをね、理解していることを前提に、それで事例を処理してきましたけど、そういうことが刑法でもついに求められるようになりましたね。まあ、そんな感じで、まあ、おそらくね、やっぱ論証パターンをこう貼り付けるってところが、実は刑法もそれがいけないんだってこと、実は採点時間でずっと書かれてたんですよ。もう29年から遡ってきて見ていくとね。なんでとうとう刑法もそれができないような形のね、本当に考えないと、理論面のところも、当てはめのところだけじゃなくてね、理論面のところも考えないとこう処理できないような問題を出すようになりましたね。でちなみにそういう観点からですね、まず問題文の事例1、これは名誉毀損罪の話ですね。名誉毀損罪の話、まあ、刑法各論の話をこれ単発で聞いてます。まあ、実際の具体的な事案の話はね、また皆さんおいおい叱るべき的にやってもらえればと思いますね。そして面白いのが事例2、これが深い問題です。事例2で、事例に関しては3ページの真ん中よりちょっと下のところの設問2って書いてあるところをご覧ください。こういう誘導がされてますね。設問2、事例2における公の在籍について以下のカッコ1及びカッコ2に言及しつつ論じなさい。まあ、これ小問形式じゃなくてね、カッコ1カッコ2に単発で答えればいいんじゃなくて、最終的にこれに触れつつね、カッコ1カッコ2に触れつつ、じゃあ皆さんが公の在籍をどう考えるんですかってことを聞いてるんですけど、でそこでカッコ1、まずね、不作為による殺人未遂罪が成立するとの立場からはどのような説明が考えられるか、そしてカッコ2、保護責任者遺棄等罪、同致傷罪を含むにとどまるという立場からはね、不作為による殺人未遂罪が成立するとの立場に対しどのような反論が考えられるかと。従来の司法試験はこういう誘導がなくてさ、皆さんが事例見たときに直感的にね、あこれは不作為の殺人罪だなとか、あるいはあこれはまあ保護責任者遺棄致死罪だなと、遺棄致死傷罪だなということになったら、まあ、それに必要な規範立てで当てはめだけしてね、それで答え出してればよかったんだけど、今度からそうはいかなくなったのね。こういう形で、まあ、違う考え方もまあ踏まえてね、そこのところでちょっと問題意識作って、で最終的には皆さんがどう考えるのかということを聞くようになりましたから、まあ、結局他の科目と同じように刑法もちゃんとね、理論的なところも深く日頃から勉強してるかどうかっていうところを試すようになってますね。あとは設問3は不能犯の、まあ、ちょっと中身今日は入りませんけど、不能犯のまあ応用でね、やっぱ日頃しっかりこう基本的なところを勉強して、それをこう生かしてね、この事例を処理するというようなところがまあ問われておりました。でちょっと採点時間見てみましょう。設問2のところちょっと中心にね、まあ、ちょっと深く問題が深くなったんでね、まあ、今後も多分こういう傾向を続いていく可能性ありますのでね、まあ、ちょっと採点実感のところを見てみましょう。刑法のところに関しましてはですね、ページで言うと42ページのところですね。で42ページのところからまあ始まってるんですけど、一番下のブロックのところ見てください。42ページの一番下のところですね。いずれの設問の論述においても、各事例の事実関係を法的に分析した上で、事案の解決に必要な範囲で、これ毎年書かれてます。無駄なこと書いちゃダメなのね。事前に覚えてるからってそこ頑張って書いてもダメで、事案の解決に必要な範囲で法解釈論ね、規範定理ですね、まあ、法解釈論を展開し、問題文に現れた事実を、やっぱこれもね、全ての科目に共通してるけど、キーワードがあるはずだから、キーになる事実がね、なので、問題文に現れた事実を具体的に、まあ、適時しつつね、法規範に当てはめて妥当な結論や、ね、理論構成を導く、まあ、ことですね。理論構成を導くのは特に今回設問3ね、不能犯の応用問題で、あれ理論構成結構深く検討させる問題が出てたんですけど、まあ、理論構成を導くこと、さらには、それらの結論や理論構成を導く、ね、法的思考過程が論理性を保って整理されているものってことですね。ただし、まあ、論じなきゃいけないことが、ね、多岐にわたってるんで、まあ、事実認定、法律解釈上の重要な事項については手厚く論じる一方でね、まあ、必ずしも重要ではいない事項、まあ、その当該事案でね、一般的な論点の重要性では関係なしに、その事案ですね、当該事案
を処理するにあたって、まあ、重要ではない事項については簡潔な論述で済ませるなどね、まあ、答案全体のバランスも工夫しないといけない。まあ、工夫しないと時間切れになっちゃって、設問全部書けなくなっちゃうからね、まあ、やんなきゃいけないんですけど、まあ、当たり前のことが毎年こんな感じで言われておりますね。で特に43ページの真ん中辺の設問にではっていうところを見てください。43ページの、ね、ところの真ん中辺の設問にではっていうブロックのところですね、まあ、これがね結構深い問題になってますけど、事例2における公の在籍が問われていることから問題文のさっき見たやつね、殺人未遂罪、括弧1殺人未遂罪でさ、括弧2が、まあ、保護責任者の遺棄致死傷罪ですけど、の問いかけ、すなわち丸1殺人未遂が成立するとの立場と丸2保護責任者遺棄等罪にとどまるとの立場の双方の主張反論に言及しつつ、最終的に自説としていかなる結論を取るのかをね、だから29年以前の憲法の司法試験の問題みたいだよね。原告の立場でまず法令や処分が違憲だと言って、で今度被告の立場でそれが合憲だと言って、最後自分がどう考えるのかって形ですけど、まあ、そんな感じの問題になってるんですよね。というわけで、まあ、最終的に自説としていかなる結論を取るのかを的確に論ずる必要があったと従って、括弧1括弧2を小問形式にはなってないんでね、問題文の形式からね、なんでそれ勘違いして自分の結論を出さないとダメなんですよね。ここだけ答えて終わっちゃったっていうのはね、まあ、括弧1括弧2を小問形式と捉えてそれぞれの理論構成を別個に論じただけにとどまり、自説としての結論の論述を書くとは、これは憲法で言えばさ、自分の見解何も書かない答案出したのと同じだから、それはもうひどい成績で書いてくるはずなんで、まあ、そこは十分ね、憲法で想像しやすいですよね。自分の見解書かないで出しちゃったらどんなことになるかってね、まあ、そんな感じですので、まあ、十分気をつけてもらえばと思います。あとはちなみにちょっとね、理論的な話をじゃあやっていきましょうか。丸1、殺人未遂罪、次の段落で殺人未遂罪が成立するとの立場から理論構成においては、作為義務についてね、その発生根拠や成立要件を明確に論じて本文の具体的事実について的確に当てはめを行う必要があったと。で作為可能性についてはね、でどうたらこうたらってやってますね。で特にね、保護責任者遺棄の方皆さん慣れてないと思うんで、ちょっと次の段落いきましょうか。丸2、保護責任者遺棄等罪にとどまるとの、ね、立場からの理論構成においては、まずは同罪と殺人未遂罪の区別を論じる前提として、保護義務の意義と成立根拠、それから作為義務との移動を論じつつね、これいろいろ学説があるんですけど、判例はね、保護責任者遺棄罪の保護義務と、あと不審者不作違反の殺人罪の作為義務は同じものだ、客観面ではね、まあ、同じものだっていうふうに捉えてるんですけど、学説にはこれが違うんだと。客観面でもね、単に殺意の有無だけでこの両罪が区別されるんじゃなくて、まあ、客観面でね、その保護義務の内容と作為義務の内容が違うんだという見解もあるんですよね。判例はまあ同じものと捉えてますけどね。なんでまあそういうところを踏まえてね、保護責任が認められることをまあ指摘する必要があったということになってますね。だからここ別に判例と同じ見解でもいいんですよ。ただ判例と同じ見解に立ったんだとしても、保護責任者遺棄罪が成立するためには、そのほら条文あるじゃないですか。その構成要件でね、保護する責任があるものっていう条文、文言があるから、まあ、そことの関係で作為義務らしいことを認定していかなければいけないのね。なんでここのところね、保護責任が認められることを指摘する必要があったというのは、別に判例と同じ立場に立ってもいいんだけど、ちゃんと保護責任者遺棄等罪のね、条文解釈、保護する責任があるものっていう条文の文言がありますので、それのとの関係でね、意味付けて保護責任があるんだってことは、やってもらえればいいわけだから、これ別にそんなに細かい知識がなくてもなんとかセーフだったんですよね、この問題はね。別に客観面で保護責任と作為義務の違いが、ね、あるっていうのは、まあ、知ってても中身が知らないって人も結構いるんじゃないかと思うんだけど、まあ、別にそれ知らなくてもね、仮にまあ判例の立場でやっちゃっても、そういう話さえできれば、まあ、なんとかね、まあ、良かったのかというふうに思いますね。であとはまあ結局その後ポイントになるのはね、その立場に立った殺意の、ね、有無のところで勝負が決まるってことになりますから、まあ、そこのところで未遂罪との区別の基準についてね、殺意の有無という主観面による判断要素ですね。あとこっちはまた客観面の話に戻っちゃってますけどね、作為義務と保護義務の話に戻っちゃってますけど、重大な先行行為の有無、危険の程度などね、これは判例の立場に立ってもそうね、判例の立場で保護義務と作為義務同じだっていうふうに立ったとしても、まあ、こういうところを着目して保護義務をね、認定することになりますね。まあ、そんな感じのところになってますね。で最終的に最後の段落だけどね、ちゃんと自分の立場ね、示さないと、まあ、いけないんだということになっております。はい、というわけで、まあ、設問の形式ちゃんとね、こうそそかしい、うっかり慌ててね、自分の見解書かないで出さないように、ね、気をつけててくださいね。まあ、いずれにしろ、まあ、また同じ形式で出るかは分かんないんだけど、刑法もね、ちょっとこう事前に覚えた論証パターン集そのまま貼り付けて処理できるような問題ではならなくなった、要は他の科目と同じように質がなってきたんだなっていうね、そういうまあ印象ですね。まあ、そんな感じです。じゃあ最後、刑訴法ですね。刑訴法に関しましては、まあ、毎年大体設問1で、ね、捜査の適用性、ね、出て、で設問2で、まあ、証拠法で、まあ、伝聞証拠出ること多いですね。で今年も、まあ、大体そんなような感じで、ね、設問1で、まあ、捜査の適用性を聞いて、で設問2で、まあ、伝聞証拠の、ね、話を聞いております。
で特にあの今後の、ね皆さんの試験に役に立ちそうなところで言うと今回の問題は全部あの今後役に立ちそうなんですよ。捜査のところでは強制処分とあの任意処分の区別なんだけどこれはあの別に毎年、ね、あの事例変えてあの出てもおかしくないところであります。と同時に、そのじゃあ強制じゃなくてじゃあ任意になるとしたら今度任意処分の限界の話で、まあ、必要性緊急性を、ね、考慮した上で具体的状況のもとにおいて相当かどうかっていうのはあの判例の枠組みに従って、まあ、判断、することになりますけどもそこのところもやっぱりねあの毎年同じような感じでねで使うことができると思いますので、まあ、このところはしっかりと、見ておくといいんじゃないかと思いますね。で特に今回ポイントを絞って言いますと任意処分の限界のところで言いますと51ページのところをご覧ください。結構ねためになること書いてあるんですよ。この採点実感全般的に係争法すごくねあのためになること書いてあります。皆さんのねもう次の試験にも直結するようなためになることが書いてありますね。まあ、今日ちょっと時間の都合でねあのちょっと全部説明できないんですけど例えばその任意処分任意捜査の限界のところで言うと51ページの一番上のブロックのところですね、任意捜査の強要性の判断方法ってねちょっと太字にしてあるところですけど昭和51年決定の示した必要性緊急性などを考慮した上で具体的状況のもとで相当と認める限度との表現を用いて論述していたがこれ意味を分かって当てはめを、ね、適切にやらないと全然本番の試験では評価されません。でそれは、この3行目のところだけどいわゆる比例原則に基づくものであるから具体的事案において特定の捜査手段により、ね、対象者に生じうる、ね法益侵害の内容程度と、特定の捜査目的を達成するために、当該捜査手段を用いる必要性なんか抽象的に必要性っていうことを、ね、考えるんではなくて本当にその捜査目的達成する本当の必要性ねそこのところをあの具体的に、見ていく必要が出てきますね、というわけでそれを比較考慮するってことね。でよくほらあの必要性緊急性相当性っていうじゃないですか。でその今の言葉の中であのその処分を受ける非侵害利益っていう言葉が出てないからつい見落としがちなんですけどその毎年ねこの非侵害利益に着目しろってことはずっと書いてありますね。ここのところね、まあ、その捜査の当該捜査の必要性との関係でどこまでのねその非侵害利益その利益の侵害が許されるのかっていう観点からそれで相当かどうかっていうのを判断しなければいけないんで必ずその非侵害利益ねその言葉使わなくてもいいんですけどでもまあ実績にはそれと同じような言葉を必ず使って比較考慮をするとその捜査の必要性とねその利益の侵害どこまで許されるのかどうかという観点からねそれで相当かどうかということを判断しなければいけませんね。というわけでここね毎年あのこうすごくうるさく書かれているところですからね特にここ近年あのすごく丁寧にね採点実感係争法の方を書かれるようになってますので、まあ、十分、気をつけてもらえればと思いますね。あとはあの最後伝聞証拠の、ところなんですけどこれ今のページ上げたままね問題文ちょっと見てみてください。問題文を見てみてください。伝聞証拠は、ね、今回の資料がくっついてますね。問題文の一番最後になりますね。資料1と、まあ、資料2ってことになってます。で今回設問2の、ちょっと結論部分のところを見てもらいたいんですけど3ページの一番下のところここがの設問2になっておりますね。3ページの一番下のところですね。で設問2のところですけども、下線部丸3まず縦位置でね下線部丸3の本件メモの証拠能力について立証趣旨問題文にあの最近のね司法試験分析していると問題文に証拠調べ請求をしている人が立証趣旨を示しているパターンと立証趣旨を示していないパターンとかもあるんですけど今回その立証趣旨を示しているパターンになっております。で、その立証趣旨を踏まえ具体的事実を適時しつつ、まあ、論じなさいということになってますね。そして縦位のところですが4ページの一番上のところですね下線部丸4の本件領収書の証拠能力について、まあ、これも、ね、立証趣旨を踏まえて、まあ、証拠調べ請求している検察官があの立証趣旨を具体的に示しておりますので、まあ、立証趣旨を踏まえ、ね、立証上の使用方法を含でここで、ね、ちょっとあの変わっているのが立証上の使用方法を複数想定しこれ新しいパターンですね。今まで、ね、これありませんでした、まあ、立証上の、ね、使用方法を複数想定し、まあ、具体的事実を適時するんだということになってますね。であのね、これまあ基本知識の話になりますけど立証趣旨があの問題文に示されている場合ですね、まあ、伝聞証拠のまず定義ですけどね、まあ、形式ですと実施ですそこのところはまあちょっと置いとくとして、まあ、最終的に、ね、その要証事実の関係でその供述の内容の真実性が問題となるかどうかというところで、まあ、その供述証拠が伝聞証拠に当たるかどうかというところがまあ決まってくるわけですよね。でそういう点で、まずねその要証事実の確定しておかないとそもそもねその内容の真実性が問題になるかどうかすなわち、まあ、伝聞証拠に当たるかどうかということが判断できませんのでまず前提としてその当該証拠の要証事実というのを確定する必要が出てきます。でそういう点でこれも同じく基本知識になりますけど問題文に立証趣旨が明示されている場合はね日本の刑事訴訟法というのは当事者主義の観点から、まあ、基本的にはまずね証拠調べ請求者がその立証趣旨を示したんであればまずはそれを基準にしてでおよそねその証拠として意味がなくなるようなそういう例外的でない場合でない限りですねその立証趣旨が、まあ、要証事実になるんだというふうに、まあ、言われております。ですので今回立証趣旨が問題文に明示されているものになりますのでまずねそういう観点からですね、その要証事実のところを、まあ、確定するということが必要になってきますね。で今回特に
その証文の2の方なんですけど、複数の立証方法を想定してっていうことになってきますので、まあ、そういう場合ね、これも過去問分析してると分かるんですけど、供述証拠ってね、実は法的に分析すると3つの ものに分類することができます。まず1つが典型的にその伝聞証拠ですね。要はまあ公判定外の供述でね、でその要証事実のとの関係で内容の真相が問題となるものということで、まあ、典型的に伝聞証拠に当たるもの。そしてもう1つが精神状態の供述というふうに言われるものでありまして、それは要証事実の関係で内容の真相は問題になるんだけど、でもね、その知覚記憶の過程を書く、特に誤りが入りやすい知覚過程の過程を書くため、まあ、別にね伝聞証拠として扱わなくてもいいんじゃないかというものですね。まあ、内容の真相が問題となるという点では、まあ、伝聞証拠とまあ一緒なんですけれども、まあ、そういう面でもね、でも伝聞証拠として扱わない精神状態の供述。そして最後もう一つが、そもそも要証事実の関係で内容の真相が問題とならないものですね。でこれがよく本なんかですと、その供述証拠の非供述的用法なんていうふうに、まあ、言われることがありますね。まあ、そんな感じで、複数想定しろっていうのは、まあ、その3つのね、なんかそこのどこかに当たるのかどうかってことを検討させる問題になってます。で特に今回の、問題に関してはね、問題文の5ページのところですけども、特にこの資料1の方がね、こちらがちょっと証文と順番入れ替わっちゃってるんだけど、こちらのね領収書の方が複数のちょっとね、法を制定しろってことになってるんですよ。で特に要証事実の方をちょっと確認していくとね、あともう2分ぐらいでまあ終わりにします。要証事実の方を確認すると、今回のこの領収書に関しては3ページのところでね、建物のところで領収書 のこの立証趣旨が挙げられてますね。ちょっとこの枠で囲っておきました。本件領収書の立証趣旨については、これ項がね、平成30年1月10日 V からね、これもう要はリフォーム詐欺なんだけどね、リフォームの必要性がないのに騙してお金取っちゃったんだけど、この項が被告人ね、項が30年1月10日被害者 V からね、屋根裏工事代金として100万円を受け取ったことだというふうに述べてますね。でこの立証趣旨との関係でこの領収書を見ていくと、これね被告人が作ったことになってるんですよ、この5ページの領収書で。この領収書に、このね金額100万円って書いてあるところの下に、ただし屋根裏工事代金として上記まさに領収いたしましたっていうふうになってるんで、今のね立証趣旨とちょっとこう内容合ってますよね。と同時にこの内容が立証できれば、これ詐欺のまあ事件で起訴されてるんで、十分後半にも役に立つじゃないですか。だからまずね、さっきに書かれてる立証趣旨、それがまず一つ要証事実になるんですよ。でさっきの要証事実から本当にね、このさっきの領収事実を前提に、この領収書に書かれていることから本当に被告人がお金を受け取ったのかどうかということを立証するには、この内容の申請を問題にしなければいけませんから、だからまず一つ伝聞証拠だという処理ができることになってくると思いますね。でその場合伝聞例外の要件を検討しなければいけないんですけど、これ被告人が結局自分で自白しちゃった供述書になってくるから、まあ、322条の、ね、1項の任意性の要件、ね、不利益な事実を内容とする供述ということになりますので、まあ、322条1項のですね、任意性の要件が必要になってくるということになると思います。と同時にこれね、実は非供述的用法でもいけそうなんですよ。これね、項の指紋がくっついてるんです。内容の申請問題にしなくてもね、なんかこの存在自体からですね、この立証、公判立証の役に立ちそうなんですけど、この被告人項の、まあ、指紋がついてる上に、ここに押されている認め印はですね、そのね公の事務所から押収されたそのね印象の印へと合致するんだという、こういうようなところがあります。でそうすると、まあ、実際にこのね、書かれていることの内容に符合するような事件も起きてて、かつ客観的に甲の指紋がくっついてて、しかも甲の事務所にあった認め印なんかがあると、この領収書の存在自体から、まあ、甲が受けお金、皆さんこれ皆さん経験則で自分でね判断してもらいたいんだけど、こういう内容のね、こういう外形のこういう状態のね領収書の存在自体から、まあ、甲がお金を受け取ったってことを推認したらどうですか、推認できそうですか。でそこが不合理か、要は合理的なのかっていうところで結論分かるんですけど、これが合理的なんだとしたら、内容の申請問題にしないでもね、後半審理の役に立つので、まあ、こういう場合はその非供述的用法だということで証拠として使えるんだということにまたなってきますね。で当然内容の申請問題にしませんので、これは伝聞証拠に当たりませんから、まあ、伝聞法則の観点からは証拠能力は否定されないんだというようなね、そういう処理の仕方が可能だと思います。まあ、こんな感じで、まあ、とりあえず今日は概要ね大雑把な話しましたけど、まあ、いずれ、その年明けなんかにね、私のまあ講座の方で、まあ、山手講座も含めてなんですけどね、こちらの方詳しくやっていきますので、まあ、そちらの方来ていただければと思います。じゃあこれで今回の講義は終わりにいたします。